えー、シンラリティサロン始めたいと思います。皆さんどうも今日はたくさん、えー、またお集まりいただきましてありがとうございます。えー、ズームすみです、えー、とです、ね。まあ、毎回あのこのオンラインのシンラリティサロンを始めてから今回5回目になるんですけれども、えー、実は今まであのスプリング X というですね、まあ、ナレッジキャピタルの中のプログラムの一つとしてお送りしてきました。あえー、今回は実はあのそれとはちょっと違ってですね、ズームで シングルティサロン独自で配信をしてみようという、まあ、初めての回になりまして、えー、少々ちょっとあの今みたいに手間取ることがあるかと思いますが、えー、どうぞ温かい目で、えー、ご覧いただければと思いますでですね、えー、と今回あの定員300名だったんですが、えー、もうすぐにも前になりまして非常に人気で前になりまして、えー、一部の方からあの見れないんですかというあのお問い合わせをいただきましたので、えー とりあえず YouTube ライブ、今まで SpringX やってみたいに、YouTube ライブの方にも、えー、一応流しています。ただ、あの実験的で、えーとまあ、スタッフもいませんので、えー、もしかしたらその途中で不手際がったり、まあ、最悪止まってしまうかもしれないんですけれども、もしあの見れなかったよという人ああの、申し込めなかったという人がいらっしゃいましたらあの、Facebook の方にリンクを書きましたので、まあ、そちらの方で。 ままたたたご,ご視聴いいだけと思います今のところうまくいってるようでですね、7人が視聴中ですでにいいねが1つついてますけど、ね、あありがとうございます。もはや7人も。ありがとうございます。ということで、えーと、じゃあちょっと冒頭私の方からあの全体の話をして、えー、本部に入っていきたいと思います。じゃあちょっとですね、もう一回画面の共有の方しますね。見えてますかね。 はいえーまあ、シンギュラリティサロン、あの今回の方はもう皆さんご存知かと思いますけれども、えーまあ、シンギュラリティサロンという活動を、まあ、5年、6年ぐらいやっておりまして、えーまあ、これはシンギュラリティ技術的特異体と呼ばれますが、これの、まあえーまあ、啓蒙活動といいますか、人工知能であるとか、えー、機械知性という能力が、ね、人間の能力を上回るということが言われていて、まあ、それでもたらす、そこからもたらすまあ科学技術の社会や大きな変化ということに、 対してまあどんなことができるかというようなことを、えー、いろんな指揮者の方をお招きして考えようというのが今回のオンラインもそれにつながるものになります。でまあ、今日の、えー、早速今日の予定ですけれども、えー、今回はシングルアイティサロン46回目ということで、まあ、さっきのズームの初めてのズームの回です。で今回の講師はですね、えー、東京大学の渡辺正隆さんをお迎えしています。でテーマは意識を科学の、まあ、内科に載せる。 20年後の意識のアップロードに向けてということなんですけれども、えー、渡辺先生はあの過去2回ですかね、シンガリテさんでももう,もう既にご講演いただいておりまして、えーまあ、非常にあの精力的に活動されている研究者です。まあ、理論の面、実験の実践の面、両方がからまあアプローチされていて、えー、しかもですね、後でまあとでご紹介あるかと思いますけれども、ベンチャー企業を立ち上げて、ですね意識のアップロード、研究をもとにして意識のアップロードというものを実現しようという。 ことで、えー、ベンチャーを立ち上げ、ます技術顧問ということでも精力的に活動されておられます。ということで、えーでまあ、いつもの通り、その後座談会、えー、講演があり座談会という形で進めたいんですが、えー、ちょっとここに書いてないんですけれども、今日はです、ねまあ、渡辺先生のまあご行為もありまして、座談会の終わった後に、まあ、せっかくのズームということなので、えー、多少そ,のそこで質疑応答というか、まあえー、個別に。 お話をする時間をちょっと設けていただけるということなので、一応16時で終わりますけれども、えー、もしご興味がある方は少し残っていただくと、もしかしたら直接先生とお話しできる機会があるかもしれません。ので、ぜひぜひあの最後までご覧いただければと思います。えー、っと、何か私言い忘れたことないですかね。ちょっとわたわたしてますすいません、えー。ということで、まあ、せっせ、えー、早速入っていきます。で、最初はですねいつもの通りテーマと講師紹介を、えー お願いするのは、松田先生と、まあ、今回はです、ね、渡辺先生、一ちしの小林さん、セーラー浩二さん、まあ、お二人にちょっとやっていただきたいと思っております。えー、それでは、えー、画面の共有をこっち停止しますので、えー、松田先生の方から、まずはお願いいたしますははい、はい、皆さんこんこにちは松田拓也です。 で今回は、まあ、今安田さんがご紹介されたように渡辺先生なんですが、えー、渡辺先生初めてお呼びした時のことを覚えてるんですがあの確か2年前ぐらいの8月だったと思うんですがお呼びしてやろうとしたらですねちょうどき巨大台風が来ましてでキャンセルになって。 で、しばらく後になったということをよく覚えております。で、渡辺先生をあ実はあ紹介されたのは、次に、ま、登場いただくセ清ー良ー福子さんこと小林さんなんです。で、まあ、小林さんは、まあ、渡辺さんのある意味ファンみたいなもんで、で、意識。 の問題を非常に関心を持っておる意識高い系の人が小林さんですが、それでまあ紹介されて、まあ、で先生の本を買って読んだと、でまあ、それで感銘を受けて、ね、早速先生をお呼びしたというわけです。で,ですからあの先生の紹介を私がやるよりは、あのセーラー福井さんこと小林さんにやっていただくのが良いと思いますので、バトンタッチします。はい えーとでは、画面を共有します。これだ。共有。えー、とじゃあ,あの、渡辺先生をご紹介いたします。えー、と東京大学大学院工学科あ、工学系研究科、准教授でいらっしゃいまして、えーと、ドイツのマックス・プランク研究所のグループリーダーでもいらっしゃいます。でえー、とご専門はまさにズバリ意識ですね、えーと。分野としては認知神経科学というところにあの入る。 だそうで,すで、えっと、あのえー、長所にあの代表的なものにあの、脳の意識、機械の意識というあの素晴らしい本があります。で、あのさらに、えー、2018年12月には、マインド・イン・デバイスという会社を立ち上げられまして、えー、技術顧問になられています。で、えー、っと、意識のアップロードをするよとあの言ってらっしゃいます。 こうやってくればいいのかな、えー、っとであのシングラリティサロンでは、えー、っと2018年に、えー、っと東京と大阪で。 あの先ほど台風っていう話がありましたけども、えっと、あの一番最初はあの松尾先生があのコンタクトを取ってお,お呼びしたんですが、あのコンタクトを取るのが大変だったって、あの東京大学のつてを使ってあのつながりであのコンタクトを取ろうとしたのにあの、ドイツに行ってらっしゃって、なかなか捕まらなかったとあのおっしゃってまして、その頃はあはマックス・プランク研究所に主にいらっしゃって、えー、ロゴセシス先生と一緒に研究されてたわけですね。 当時あらやで今東京大学准教授になられている大泉さんと、えー、意識をめぐる大冒険ということであのディスカッションしました。元は意識をめぐる、えー、大バトルっていうタイトルにする話もあったんですけど、大泉さんからいやいや、おんびに行きましょうよってことで大冒険になったんですが、実際はかなりの白熱した議論になって、あのすごく熱くなってて、あの,、まあ、あの面白かったです。えーっと それで、えっと、あの渡辺先生の実績なんですけれども、えっと、意識に相関した脳活動、NCC という問いがあります。これは意識をめぐる問いの一つで、えー、クリックとッホが1999年に、えー、提唱したものなんですけれども、えー、ある特定の意識的知覚を共同して引き起こすのに十分な最小の神経メカニズムを特定せよって、どういうことかって言うと、まあ、脳のどの部分に意識を宿っとるんじゃないと。あの 例えば大脳が多少傷ついても,もう記憶とかあの多少はダメージを食うんですが意識はびくともしないということは脳全体ではないんじゃないかと言われていてじゃあどこなんだというのを特定してくださいという問いなんですけども、えー、っとあのドイツのマ,、えー、マックス・プランク研究所のロゴセシス先生と。あの 他と、えー、共同研究されまして、えー、脳の第一次視覚野には意識が関与してないということを見出しましてこれはあのそれまで言われていた優勢だった説をひっくり返したということで、えー、サイエンス誌にも、えー、掲載されているというあの大きな実績があられます。で、えー、っとなんですが、えー、っとこの NCC 問い問いはあの意識をめぐる問いの中では どちらかというとというか EG プログラムに属する問題なんですね。決して優しくはないんですが、問いのカテゴリーとしては EG プログラムの側で、えっと、もう一つ、えー、大きな問題として控えているのがハードプログラムですね。でこれはあのも,ともともとというか、当初は EG プロを思われてたんですけども、えー、チャーマーズがそうはいかないよということであの提唱した問題で、あの,のといえども物質であることには違いなので、もう厳密に 物理法則に従うしかないわけなんですけど、そうしたら、機械のようにしか動作しえないはずだと思うんですがで、その仕組みの上にどうして主観が宿るんだろうっていうのは、これ大変不思議なことで、この問いこそが本当にあのアタックすべき、難しい根源的な、本質的な問いなんじゃなかろうかということを言っているわけです。 で、この問題が解けるとあの応用として人の意識を機械にアップロードするってことができるようになるかもしれない。これ問題が解けなくてもあの要はメカニズム本質はわかんないんだけどたまたまできちゃったとっいう可能性があるんで、まあ、そっちに行きたいかなという気もしてます。で、こ,れがこの問いが何んなんでそ難しいかとます。えー 物的な領域と客観領域にまたがって問いがあるから、両方のことを包含するような方法論というのが必要で、今まで科学っていうのは客観領域でしかやってきてないので、主観は科学の対象ではないよということで、全然見てこなかったんですが、問いがまたがっている以上、新しい方法論が必要で、どっから取っかかっていいかすらもさっぱりわからんでしょうという難しさがあるわけです。でえっと なんですが、えっと、次回ご登壇いただく谷村先生はそんなことやってたんじゃいつまでたってもらちが開かないからいや全部を客観側に寄せて考えるしかないんじゃないのと言っててこの辺も <laughs> 科学者の間でも意見が分かれるところだったりします。で、えっと、人工意識をめぐる2つの問いあのこの問いをアップロードの問題を分解して考えると実は あの問いが2つありまして、どうやって人工意識を作るかという方法論と、それともう1つの問題は、あの人工物に意識を宿ったというのを確認する方法があるのかということで、これ、小田田先生おっしゃったのあの、怪しいおじさんが出てきて、なんか変な箱をか抱えてやってきて、で、えー、この箱には意識が宿ったんですぜって言った時に、えっときに、そんなことを信じられるかいって話で、じゃあどうしたら確認できるんだよっていうのが結構難しい問題としてあるわけです。 でこれを意識の第一認証性というわけです。つまり、意識があるかないかとか、どんな意識が宿っているかっていうのは、本人しか直接は分からないということは、例えばあの痛がってる人がいて、それを見れば、まあ、痛がってるんだから、痛いんだろうなというのは察することはできるけど、それは間接的であって、どんな痛みを感じるというか、どの程度痛いのかっていうのを直接知る手段はないと。 あるいはポストの色は赤いねってみんな合意はできてるけど本当に見ている色はどんな色かって他人の見ている色は見えないんですねだからそれが見えた時お前が赤っていう言葉で呼んでる色って実はそんな色をお前は見てたのかよってことになる可能性もあるのであのそこは今知る手段がないとそうするとえっとあえっと 結局他人の意識って分かんないんですよ。原子とか分子とか石ころにはおそらく意識は宿ってないだろうと思うけど、これも本当には分かんないし、一方、人間であっても隣にいる人がもしかしたら意識が宿ってるふりがうまいだけで、本当は音も聞こえてないきや映像も見えてないあの哲学的ゾンビである可能性もあるんですね。 その見かけだけ人とそっくりなんだけど、本当は意識を宿してない存在を哲学的ゾンビっていう呼び名で呼んでるわけですけど、もしそういう人がいたとしても、手段がなないいよねっていう話になりますそうすると、これは意識のアップロードをしようとするときには大変な問題であのもし科学者がマインドアップロードに成功しましたって言って、その眺めてる人も、なんかその画面の中の人に対して、 あの質問を投げかけると、いかにもその人らしい答えを返してきて、ああ、成功したんだねってなったとしても、本人にとっては物も聞こえてないし、音も聞こえてないし、死んでのと一緒だと、じゃあ、銅像を建てたのと大差ないやんけって話になるので、これじゃあ、アップロードはうまくいったとは言えないわけです。なので、あの 知能の問題だとあの、知能が見かけだけあるふりをして、振りだけうまいって言っても、それは知能があることになって言ってもいいんですけど、意識の方はそうはいかなくて、本人にとってちゃんと意識がないと、あのできたことにならないので、ここの第一認証性という問題を突破しないと、まずアップロードはあのうまくいったかどうかわからんということになるわけです。 で、渡辺先生はそれは突破できるとあの考えていらっしゃいましてあのアイデアをお持ちなわけです。それなのでマインド・インナ・デバイスという会社を立ち上げられまして、えー、20年後に人間の意識を機械にアップロードすることを目指すというふうに宣言されています。で アップロードという壮大なテーマに対して20年後って割と近い未来なんじゃないという気がするんですが本当にできるんでしょうかというのが気になります。でえっと、基本的なアイデアとしてはこれは脳の,の,の,の意識、機械の意識というあの著書にもあの図が書かれてますけど、えー、生体半球と機械半球をつなげばあの生体半球の側であの機械に宿った意識を味わえばいいんじゃないという基本的なアイデアが書いてあります。が えっと、今回の講演会を読みますと、えー、ただ接続すりゃわかるってもんじゃないよという,いうのがありまして、そこは大変心配なところがあります。 それから、本当に20年後にできるんでしょうかとか、えー、あの研究はその後進んでますかとかあのマインドデバイスじゃあ20年間は何,何の仕事してるんですか今何やってるんですかって何か好調らしいけどどないでかというのもちょっと気になります。それから意識の本質って何なんでしょうとチャームズは情報を出すってあのサーモスタットにも意識を宿るなんて言ってますけど。えっと 情報なのかあるいは、えー、ある特定の情報処理、アルゴリズムに宿るのか、あるいはソフトウェアに宿るのか、あるいはそのソフトウェアを実行して計算しているというその状態というか、実行過程に宿るのかっていう本質は何なんだろうというのも気になります。それからもう一つ、えーとえー、2年ぐらい前、去年ぐらい、です割と最近の論文ですけど、渡辺英治先生という方がいらっしゃいまして、えー、回転作詞の論文というのがあって、これでどうなんでしょうというのが。 気になっています。ということで、あの聞きどころがたくさんあって大変楽しみなので、あのえっと具体的には後であの質問したいと思います。えっとでは渡辺先生お願いします。はい、これであの問題なく見えてますでしょうか。はい、見えてます。はい、ではですね、あのなんかあの映画の美味しいなんでしょうね。 映画紹介で言うとネタバレのとこまで <laughs> 紹介していただきましてありがとうございますすいません<あ>言いすぎましたい,、ねまあ、いやだって一回公演聞いてますからね、はい、最初のは聞いてますからねはい、はい、えっ、ー、とまああのはい大変素晴らしいまとめだったと思います <laughs> まあその一歩一歩ですねその皆さん説得力説得力があるようにあの説明していきたいと思いますえっ、ー、とこれズームにしてますのであの ご質問のある方は、あのミュートをまあご自分で解いて、あのその場でインタラクティブに質問していただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。特にあの意識の定義とかのあたりで、あの僕の説明だとこと足りないことがありますので、あのむしろインタラクションがあった方があの皆さんお分かりになるかなと。ということで、あのはいえー、とワンチームというか、僕たちの世代でいうと、ワン・フォー・オール精神で、えー、となんかあの、はい、ぜひ質問していただければと思います。 そうですねでそもそも、えー、とまず、えー、と意識とは何ぞやっていうところから話を始めたいと思うんですけれども、えー、と作詞を1つ紹介させていただきます。えー、とこれはですね、えーと、バックアドマスクという作詞で、えー、とまず最初に、えーとまあ、コントラストの低いターゲットという刺激が出て、その後ですね、数十ミリセックから150ミリセックぐらい前後ですね。 の、えー、SOA、まあ、オンセットからオンセットの、まあ、時間間隔を置いてマスクが出てくるという作詞になっています。これ非常に、まあ、不思議なことに、えー、とこのマスクがです、ね、時間をさかのぼってあのターゲットを見えなくするという作詞になっています。で基本的にです、ね、これはあの後々述べますけれどもあの、まあ、意識の科学の分野において間違いなく刺激は脳に入っているのに、 意識には上らないというのは非常にまあ重宝する作詞ということで、まああのバカあの、おかし方がいれば分かるかと思います。両岸視野闘争がまあ東の横綱だとすれば、まあ、これが西の横綱という形になるかと思います。でですね、早速ですけれども、えー、とこれ、ズームなので、えー、とデモがうまくいかない可能性があるんですけれども、今からですね、えー、とここにですね、 えっと17って出てるのが、えっと、60ヘルツで動いている画面のワン、えっと、フレームですね16.6ミリ秒を真っ白誤入したものですねここにまあミリ秒オーダーで2ミリ秒のえっと単位でえっと時間間隔が出ますでです、ね、皆さんに注意していただきたいのはあのこの、えっと、こちらが見えるのはまあ当たり前なんですけどもその 一瞬前にですね、パパッとその薄い、まあ、縦縞ないし横縞が見えるかということに着目してください。ただですね、これあの前もやったんですけども、えっ、ー、と、駒落ちするとですね、いきなりターゲットだけが出たりとかですね、そもそも刺激が出なかったりとかすることもありますので、まあ、そこら辺はご了承ください。では、行きますね。いかがでしょうか はい、ちょっともう僕の画面でも怪しいですけれども、えー、っといかがでしょうかね。はい。ちょっと,っょっと今一つですよね。はい。はいまあ、しょうがないですね。えー、っと、待ってください。はい、はい。えー、っとですね。 はい、これまあ説明させていただきますと、まあ、あの大抵ですねあの、人の被験者でやった場合には、大体100ミリ秒前後で、えー、とこの見えるところから見えないところへと切り替わります。でこの作詞がまあなぜ重宝するかというと、あのまあ、間違いなくですね画面が画面視覚入力としては脳に入っている。けれども、この、まあ、文脈ですね、この場合にはこの時間間隔という文脈。 にに応じてこちららが意識に昇らないで非常に面白いことに、これ僕自身の結果もありますので、後ほど紹介しますけれども、この見えない場合にもです、ね、この刺激に対する、まあ、ニューロン応答というのは間違いなく起きているということになります。なので、まあ、脳科学者としては、まあ、ここはおいしいところで、脳に電極を入れると活動が取れる。で、えー、とこれが例えばですね、その脳の入り口部分で、 ブロックされてしまっていると、まあ、その、なんですかね、その蛇口を、まあ、開け閉めしているだけの問題で、まあ、意識の問題ではなくなってしまうんですけれども、面白いのはですね、この両眼視ア闘争にしても、このバックアウトマスクにしても、その見えないときでもですね、相当脳の奥の方まで、視覚やるいうと、工事の方まで、ニューロン活動はこのターゲットに関して、ちゃんとまあ、伝播しているというか、存在しているわけですね。で、まあ、あの、そういう意味で、えっと、実験的、まあ、あの意識の科学。 の、まあ、一番基本的なところで言いますと同じように、まあ、脳活動が取れるときにその意識に登るための最後の一押しは何なのかそれをまず解き明か,し,解き、まあ、解き明かしましょうというのが1、まあ、つの目標になります。でその上でですね、えー、とこの先ほど、えー、と小林さんからも、えー、とセーラフコジさんからも紹介ありましたけどもあの DNA の二重らせん構造の発見で有名なクリックとその弟子ですね、広報、今もう大御所ですけども、カルテックからポーラーレン研究所に移った広報が提唱したのが NCC という概念ですで。これ英語のまま読みますとですね、ミニアルセット・オブ・ニアル・エベンツ・アン・メカニズム・サフィシン・フォース・ペシフ・コンシャス・パーセプということで、えー、とこれコレレートとはなっているんだけれども、えー、とかなり因果性に深く踏み込んだものになっていますで。これをですね、ちょっとアキラで説明させていただきますと、あの マキラというのはですね昔あの、超能力を使える、まあ、少年がいて、まあ、その後、ですね郡司が興味を持って少年,少年の死後に、まあ、脳を保存してあったと。で、その面白いことにですね、その保存して、かつ、そのある一定の,あの神経の断片は、えー、と何でしょう、生かしてあるという状態になります。で、その結果ですね、分かったことは、えっと、その少年がですね、 まあ、まさにあのサイキックというか、その考えるだけのものがガーッと動くような、まあ、超能力が起きるんですけども、その神経断片がその少年の脳の中に収まっていて、まあ、心肺によって支えられていて、でなおかつその感覚系から情報入力を受けて、さらに言うとその周りの脳組織の神経活動によって支えられて、ある状態に入った時も、一方で、この機械に完全に支えられて、えーと 同じ状態に入ったときでも、全く同じように、まあ、超能力が発揮されると、ものが動くということですね。で、僕たちが、えー、とその、まあ、候補クリック候補の、まあ、指揮のもとですね、実験的意識の科学が最初に解き明かそうとするのが、まさに意識に関するその神経断片ですね。つまり、えー、と真に意識を生んでいるところ。 先ほどで言うとその、バカルマスクで言うと、見えを生んでいるところですね。よろしいでしょうか。あの僕たちの、えー、と意識の定義っていうのは、まあ、全く揺るぎないものでして、と言いますのは、あの僕も実際、えーと、かなりですね、マックス・プランクに行って、新さをなめたところもあるんですけども、えーと、かなり遅れてマックス・プランクに行って、えー、と,というのはですね、もともと 前、まあ、原和之先生のもとで前原和之先生のようにあまり伸一先生がいたんですけれどもまあ,あの理論の科学からキャリアを始めて、まあ、だんだんですねその生物の方に興味があるとで、まあ、その途中でですね下條伸介先生のところにカルテックですけれども1年間行かせていただいて、えーとまあ、あの心理物理学っていうのをやらせていただきましたでまああのなかなかですねその僕のなんか変な性格もあるかと思うんですけども えと隣の芝がどうしても青く見えてしまうということであの、まあ、心理物理から MRI、MRI からまあ電気整理とどんどん流れていったんですけども最後は本当に自分でですね、あの猿の手術をして、まあ、猿を MRI に入れてみたりとかですね、電気整理をしてみたりとか、で最近あのそこからラットマウスとまた、えー、と少しあの動物の過当な動物の方に行ったんですけれども、まあ、そういうふうにどん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 キャリアを、まあ、動いていく中で、えー、と自分自身、まあ、神経を扱っています。 はいでですね、よろしいですかね。で、皆さんいかがでしょうかね。あの、こういう定義ですね。その、なんでしょう。その全く変わりのきかないもの、まさに意識を生んでいる変わりのきかない対象。あ、ごめんなさい、話がね 飛んでましたね <laughs> 何のためにその自分でマックス・トランの話を進めたのかなと思ったんですが、はい、今思い出しました。大変すみません。えーとですね、その意識の定義が揺るがないという話なんですけれども、まあ、僕たちですね、あのまあ、僕の同僚、僕も含めてですね、まあ、じ論文を1本書くのに、まあ、数年がか,かりです。例えば、サルですね。サルを訓練するのに下手すると数年かかります。まあ、両眼視野闘争で知覚降伏できるようになるとするために、本当にまあ2、3年かかったりします。 でそこからようやくです、ね、ニューロンを取り出して、昔はです、ね、まさに、まあ、1日1個取れればラッキーという形で実験が進みます。で1年間頑張ると、まあ、大体100強ぐらいのニューロンが取れてあ、これいけるぞと思ったら、今度はボスからですね、まあ、あのもう1匹やれという状態でですね、なんですよ非常にその手間がかかっているわけですね。まあ、その上でですねその意識の定義というものが由来でいってしまうと、 全く話にならなない,と,いうところがありますなので、意識の定義というのは、界隈ではです、ね、定義されていないとか、まあ、曖昧であるとかいう話がありますけれども、僕たちからすれば、まあ、揺るぎない一つの定義がありまして、それは何かしら脳活動が起きたときに、まあ、それに随伴する、まあ、サブジェクティブエクスペリエンス、主観的体験ですね。で先ほどのバックアドマスクで言うと、まさにそのサブジェクティブエクスペリエンスが、 SOA が時間間隔が短ければターゲットに対しては生じない。で、SOA、間隔が長くなったときには間違いなく生じるということで、その全く何でしょう、揺るぎない定義があります。はい。皆さん、それよろしいでしょうかね。で、問題はですね、あのこれもともと,もと、えー、後ほど戻ってきますけれども、まあ、ちょっと頭の片隅に入れておいていただきたいのが、果たしてそういう主観的体験みたいなものが、 じゃあ、スマホにあるのかってことですね。でまさに先ほどあの、パ、え、ワ、ー、ポで、えーと、動画でですね、えーと、シェアさせていただいたのは、僕の、まあ、サイクルボックスというものがあって、ちょっと雑音が入ってますね。気持ちいいでしょうか。はい、えー、すみません。えっ、ー、とですね。で まあそのまあ、スマホで、えー、と録画してるんですけども、まあ、スマホですね、今、あのまあ、レンズを通してピクセル情報として記録を残すこともできるし、えー、とさらに言うと、まあ、顔みたいなものを捉えて、えー、とその顔に合わせてピントを合わせるみたいなこともやっておきます。その時に果たして、僕たちがまあ感じてるような、そういう脳、まあ、も同じような情報処理をするんですけれども、 その時にですね、僕たちは間違いなく主観、見えてるという感覚が生まれてるわけですけども、果たしてそのような感覚がスマホに生じるのかなっていうのをちょっと頭の片隅に入れておいてください。でこれが、えー、とまさに、えー、と僕たちの意識の定義で、まあ、実験操作的に言えばもうすごく簡単で、えー、とこのターゲットが見えた時に Yes というボタンを押してください。見えなかった時に No というボタンを押してください。もう本当にそれだけで定義,だけ定義するできるもの。 になりますすでですねえっ、ー、ここで一つ、えー、とどなたかに質問してですけれども、これ眼球はいかがでしょうか眼球というのはそういう意味で主観を生む NCC に含まれるかどうかっていうのはいかがでしょうかはい、これだいぶ人数が多いので、はいちょっとカオスになるかもしれないん、ね、で、じゃあ僕は答え言っちゃうとですね。えーと はい、眼球は、ね、NCC には含まれません。と言いますのは、えーとまあ、代わりが効くということですね。で、その証拠はですね、あの僕たちが寝てる最中に見る夢になります。夢というのは、視、ま、床、あ、という部位がかなりサプレスされていて、脳がです、ね、ある意味、外界から切り離された状態になります。にもかかわらず、まあ、視覚体験としては立派に意識が生じている。非常にビビッて生じているということですね。 でこのビビットに生じているのが意味合いなんですけれども、例えば皆さん今あの、頭の片隅に赤いリンゴを思い浮かべてくださいってやると、なんとなくぼやっと見えるような、見えないような気もしますけれども、でも決してその赤かったり輪郭が見,見えたりとかしませんよね。例えば35分の時計を思い浮かべてください。で、その長身と短身の角度はいくつですか、まあ、それを答えられるぐらいのイメージは湧くんだけれども、じゃあその長身とか短身の エッジが立っってはっきりとと見見ええるかというと見えないわけですねで一方で夢というのは、まあ、非常にビビッドに、まあ、そういう、まあ、視覚体験が伴うということであの僕たちの業界から言うとですねあの立派な、まあ、視覚意識体験が湧いているということになります。ということで夢見てる最中というのは、えー、と脳、まあ、眼球を必要とせずに脳,け脳だけで脳のどこかは分からないんですけども 脳だけで、まあ、視覚的意識体験が湧いているということで、そういう意味で,です、ね、眼球は変わりが効く、まあこちら。ここで言うとです、ね、その脳が少年の体の中に収まっているとき、心肺装置によ,心肺によって支えられていたとき、この機械に移されて、えー、とこのシャーレ状で生かされているときは、まあ、人工心肺によって生かされているんですけれども、そういう意味で、まあ、人工心肺のように変、まあ、わりが効くものということになります。 はい、でですねあの、少しですね、従来、まあ、科学の論法で、えー、っとどこまで,で、ね、NCC が攻められるかということで、えーっと、僕自身の研究を1つ紹介させていただければと思います。でこれがですね、もともと、元々えーっとまあ、先ほどの小林さんの紹介にもありました通り、り、まあ、ある意味、ちょっと定説を覆したみたいなところになってるんですけども、一応、おもいことにですね、このクリックとコッホが、 あの先ほどの NCC を、まあ、ネイチャー誌で、えー、と定義したんですけどもその時にですねついでに、まあ、第一資格屋というのは、えー、NCC に含まれないというふうに宣言しました。でそこからですねやっぱり、まあ、反感を買ってですねわーっとその研究がこっちに流れていったんですけれども、まあ、最後その僕の研究で、まあ、決着はもちろんついてないんですけども一つのその何でしょう 実験的な事実としてこういう現象がありますよということで、まあ、サイエンスに掲載されたのが2011年になります。でですね、ただ今日は、ですねここは申し訳ないですけど、すっ飛ばさせていただきまして、えーとまあ、これは踏み台として使わせていただきます。と言いますのは、えー、とご存知の方はご存知だと思うんですが、このパスカル・レイオーナの論文だけ少し特殊なんですけれども、ほとんどですねここからですね僕の研究も含めてですけれども、 基本的には、えーと、相関を用いて研究しています。ですこの場合の相関というのは、まあ、動物にですね、先ほどのバックアウトマスクだったら、見える、見えないという知覚報告をさせておいて、で脳活動をとって、で見えるときにはどういう脳活動が現れて、見えないときにはどういう脳活動が現れるのかという形で、えー、と研究を進めてで、おそらくその見える、見えないにちゃんと反応する脳部位は、 まあ意識に関わっているというの方の論法で,です、ね、研究を進めていくんですけれども、まあ、ここにはまあ実は非常に大きな問題があるということが言われています。でこれはもうあの脳科学、おろか科学全般の問題ですね。と言いますのは、えーと、相関は必ずしも因果性を意味しないということです。で、まあ、あの1つ例を挙げますと、例えば、えー、と夏の、まあ、電気使用量ですね。 まあ、あの全国の電気使用量と、例えばかき氷屋のかき氷の売れ行きですね。でこれは間違いなく、まあ、相関はするんですけども、でも直接の因果性はまあほとんどないと。まあ、しーというならば、かき氷屋さんがです、ね、かき氷機をガリガリ回せば、まあ、多少電気使用量が増えるんですけども、まあ、それはビビタなもので、ほぼ、えー、とネグリジブル、まあ、無視できるということですね。で、その面白いのは、えー、とこういう相関が現れるときに、実は隠れた因果性があって、これは、 夏の,です、ね、その気温上昇という共通の原因があって、それにドライブされた現象が2つあった時に、えー、ときに、どうしても相関が出てしまうという問題がありますので、相関はそういう意味で,です、ね、必ずしも因果性を意味しない。で先ほど申しましたように、NCC というのは、いわアルコレレレートということで、コレレートという言葉で、あのなんか相関みたいな意味合いが込められているように思えるんですけども、まあ、よくよくそのオリジナルの 定義を見てみますと、まあ、そのミニマルセットというのは、っぱり癖もでして、必要最小限、で先ほどのアキラの例で言うと、置き換えの効かないという意味合いが込められていまして、まさに,そのまさに因果的に意識を生んでいる、まあ、その神経活動ないし、まあ、あのニューラーネットワークということで、えーと、因果性をやっぱり踏み込んでいかないと、NCC はなかなか迫れないということで。えーと 僕はですね、この論文を書いた直後ぐらいからですね、ちょうど数ヶ月かぶってるんですけども、あの実験をですね、まあ、ちょっとこれ話すと長くなるんで話さないですけど、なかなかですね、そのマックス・プランクで、えー、と猿で結構、心酸をなめてですね、あのまあ、そういう思いもあって、あとはもう一つ、あのやっぱり猿ではですね、まあ オプトジェネティクスがーフォトンみたいなモダンなツールがなかなか使えそうもないという、まあ、その当時の感覚があったので、えっと、実験あ動物モデルをですね、えーっとまあ、ラットに移してマウスに移すということを、まあ、した、まあ、その、えー、っと自分の研究を一つ紹介させてくださいでですね、はい、ちょっとバッカラマスクに今もう一回戻りますと,、えー、っとここまでよろしいでしょうか何かご質問あれば遠慮なくどうぞ、ねはい、でですね バックアドマスクの、えー、と一番素直な、えー、と解釈ですね。なぜそういう作詞が生じるのか。というのは、一番素直な解釈がですね、この時間を遡って、えー、とマスクがターゲットを消すということは、例えばですね、このターゲットに、えー、とを関するニューロン活動ですね。これ、ニューロン表彰という言葉はよく使いますけれども、ニューロン表彰が こういう形でですね、まあ、エゴリートニューラルレプレゼンテーションですね、が、例えばこのエロンゲートされていると、と長いと、まあ、何かしらの反響を変えるによって伸びているというふうに仮定すると、非常に素直に説明がいってで、これは先ほどのデモもそうなんですけど、刺激自体は 60Hz のワンフレームで 16ms ですねで。大体人の場合にはこれ1 0 0ミリ秒ぐらい離してもマスクがターゲットを消してしまうんですけども、この1 6ミリ秒の活動に対して、あのまあ、刺激、 まあその感覚入力に対して脳の中で100ミリ秒ぐらいの活動が生じてしかもそれが全部ちゃんと完遂してというかですね最後持続しきって初めて意識に上るというふうに考えるとまあこの作詞は非常に素直に説明がいきます。なのでマスクがですね後からやってきてもちろんここで神経伝達遅れは両方あるんですけどもそのマスクが後からやってきて この持続している神経活動のちょっとでも削ってしまうと、まあ、ターゲットが丸ごとですね見えなくなるというふうに考えると、まあ、非常に素直に説明がいくと。でですね、これある意味、あのなんでしょうね、心理物理学の非常に強烈なところで、この作詞の存在自体が、えー、とこの NCC に対してかなり強いコンストレイントというか制約を与えていると。で、それは NCC であれば、えーと 日本活動が持続しているはずだと。でこれは必ずしもですねあの単一行野で持続している必要はないんですけども、全体としては持続しているはずだということになりますね。一方で、これはですねその心理学のあ、まあ、心理物のって言ってみたで視覚心理学って言ってみたら別に対応はないんですけども、あのまあ、弱点はですね、えーっと、でもそれがどこなのかはわからないって問題がありますね。で この場合です、どういうことかというと、えー、とターゲットがこういうふうに登ると。で、どこかでぐるぐる回り出すと。あとからやってきた、ま、あのマスクもどこかであの普通に、えー、と眼球から LGN、LGN から V1 という形でぐるぐる回り出すんですけども、でもそのどこでこの2つが干渉しているかわからないという問題があります。で、これをですねあの、まあ、オプトジェネティクスというツールを使って、まあ、あの明らかにしましょうというのがこの。 えとやってる研究実際ですね、なんでしょう、まあ、認知科学者としてやってる研究になります。はい、えっとすみません、今、チャットの方で質問があって、これはちょっと本質的だと思うんですけども、因果性があるかどうかということなんですけど、このえっと、先ほどおっしゃってた因果性っていうのは、えっと、ニューロンの活動が原因で、意識に上るっていうの結果っていう解釈でまずいいんですよね。 せっかくなんで、そあのそのご本人から聞いた方がいいと思いますけ<あ>、はい、そうですね、えっと、樋口さん、えっと、チャットをご自身で、あでミュートをオ,にしオンにして<と>、えっと、聞いていただけますか。 はいえっ、ー、とですね、あのラジオで、その理系の、えー、ラジオやっております、パーソナリティもやっております、樋口一と申します。で、あの質問としてはですね、まあ、本を読ませさせていただいたんですけれども、あのそのそ見える、見えないの判断っていうのは、まあ、すぐつくと思うんですけれども、えー、そのそれに因果性があるかの、脳でその、えー、と意識士として考えあの意識士と見て取って、でそれで、えー、因果性を感じ取って、えーえー、見えてる、見えてない。 っていうのを判断するそれを何か機械とかその数値化してできることをできるのでしょうかというあの質問なんですけど、うん。なるほど、そうですね。因果性は、えー、と僕たちが例えばその工事の脳機能を使って考えるような因果性ではなくて、まさになんかその物理法則としての因果性みたいなものを今はイメージしていますね。でえーとまあ、ちょっとごめんなさい、ちょっと細い答えしか今できないんですけれども。 もう少しあの先に行ったところでそのあたりはっきりするかと思いますので、よろしいでしょうか。はい、お待ちしております。ありがとうございました。はい,はい、でもご遠慮なく、はい、皆さん、えっと、説明してく、あの、はい、質問していただければと思います。はい。はい、では、えっ、ー、と、はい、続けさせていただきますね。えっ、ー、と。はい、えっ、ー、とですね。はい、どうしようかな。はい、こんな。 なんかちょごめんなさいね。なんかそのあしらったようなことをすると, <laughs> えと、逆に質問しづらくなっちゃうかと思いますので、もう少し考えましょうかね。えー、と今ので納得いきました。あまり言ってないですかね。あ、樋口さん、いかがでしょうか。あ,あの後ほど分かってくださ、はい。はい、すみません。そうですね。因果性は、だからその僕たちがなんか僕たちが頭で考える因果性じゃなくて、僕たちの脳活動としての,その因果性ですね。はい。 という意味で、因果性という言葉を、うん。えっとじゃあ、すみませんと私もよくわかんなかったんですけど、はいはい、じゃあ、因果性というのは、えっと脳活動から意識体験への原因と結果じゃなくて、脳活動と脳活動の。あううあのセラフおジさん、大体わかってるので、それはそうですね。だから、まさに意識を生んでいる、一元の的に生んでいるはずの脳活動という意味で、因果性という言葉を使っています。ああ、そうですか。はい えええっと、あれそれで、えっと、渡辺先生の論文は、えっと、意識が第一次資格やに関与してないっていうと、なんか因果が逆みたいな気がしちゃったんですけど、それでえっと、それは先ほどの踏み台といった通り、それは因果性まで踏み込んでいない論文になりますので。ああ、よろしいですか、ね。<laughs> それはあのクラスタルな伝統的な手法でですねあの相関を取って、まあ、語るというあ,の、まあ、ある意味、一昔前の脳科学のお作法に書いたのがサイエンスの論文ですので今、ですねそこから少しあの時代が変わってですねやっぱり、まあ、非常に不思議なことに皆さん脳科学やられている方は分かるかと思うんですけども一昔前はですねそのやっぱり猿で実験しないとなかなかネイチャーサイエンスとかハイインパクトの論文出ないみたいな。 風潮があってで、まさに僕がマックス・プランクとんだ2008年なんかは、わざわざですね、ラットから随分いい業績を上げた人たちがですね、ちょっとその仕上げにサりやりたいからみたいな感じでマックス・プランクに来てたんですけれども、だいぶじあの、まあ、時代が変わったというかですねあの、だんだんその2フォトンとかオプトジェネティクスというツールが、まあ、出てくるに従って,て、まあ、脳はちゃんとですね、回路としてで、しかもその回路の因果性みたいなものを 因果性のオチみたいなのをつけないとなかなかいい論文が出ないという形になってきまして、今はむしろですねマウスとかラットの方が、まあ、何ですかね、ハイインパクトな研究をしやすいという状況が生まれています。はい、ちょっとあの、はい、余談になってしまいました。ということで、よろしいですかね。はい、でこの、まあ、ツールを使って、えー、とマウスの実験をしています。えー、とあれちょっと はい、でこれが、えー、とまさに、えー、と2011年からラットの研究を始めて、途中で、えー、SFN という学会で発表してから、えー、とマウスに切り替えています。でマウスでだいぶ結果が出たのずいぶん前なんですけど、実はあのちょっと論文にするところで苦労しているところで、査、まあ、読者と今まさに戦っているところでありますけれども、その結果の紹介になりますね。はい、これはですね、えー、とマウスを、えー、とどうするのか。 えとこういう形でですね手術して、えー、とこういうふうに、まあ、ある意味頭蓋骨をです、ね、に鉄のボールをつけてですね頭を固定して CD ぐらいの大きさのディスクの上でくるくる走るような状態にしています。ここに水がちょろっと出る形になるんですけども、まあ、これはまあ水を少し制限して、えー、とまあ動物を飼っている状態で非常に水を欲しがっている状態ということになります。で、えー、と今です、ね、出るあの刺激はですね先ほどのバックワードマスクですね。 のターゲットがどっちか片方に出て、えー、とマスクは両方に出ると。で、マウスなので、あのまあ、口頭指示ができないので、まあ、数週間、3週間ぐらいかけて訓練して、このマウスの場合には、ですね左側にターゲットが出たときに、まあ、ピタッと止まると水が出るよというふうに訓練したマウスになります。すみません、これピタッと止まったら、ターンテーブルの上でずるーっと回ってっちゃいそうな気がするんですけど、そうならないんですか いやまあ頭がね、がつっと固定されるす、ねあ。じゃあ、足とテーブルの間でず,ず,ずるずる滑ってる、摩擦してるような状態になるってことですね、止まるといや。いや、見ていただければ分かりますけど、まあだから、ご自身が、まあ、もし頭を何かしらの形で固定されて、うん、レッドミルみたいな状態に乗った状態を想像していたかると思いますけど、止まることできますよね。うん 止まったらどうなんですかえっと、手の先と、手の先と、はい、滑ってる状態になるんですよ、止まったら。いやいや、止まれます、だから。え、ターンテーブルは回りっぱなしですよね。いや、ターンテーブルは回らないです。ターンテーブルはモーターとかついてるわけではなくて、ああそうか足の動きに合わせて、ただ、ブラブラしてるだけなんですね。わかりました。それを、まあ、ロータリーエンコーダーが入ってて、 まさにそこからそのマウスの走り具合を取っていることになりますね。ああじゃあ、走っているときは自分で勝手に走,走りたくなって走ってるだけなんですかあそうです、そうです。はい、走れって言ってるわけな <laughs> <laughs> ああ、なるほど、分かりました。まあ、まあ、あのー <laughs> はい、そうですね、マウスはですね、あのー、なるべく早く次の試行に行きたいということで、えー、勝手に走り出しますで。ちなみにその試行の開始っていうのは、うん、そのマウスの,その走る行動にトリガーされていて、 走り出してからランダムな時間で刺激がパッと出るというプログラムがこううにな,なるほど理解しました。聞いてる方大丈夫でしょうかよろしいでしょうかはい、これは、はい、右側だったんで、まあ、走り抜けて。ちょっとこれもね、駒落ちとか生じちゃうとあまり意味がないんですけど、ねはい、ポルサランも出ます、ね、はい、これは、はい、ピタッと止まると。 こんな感じですね,ですねで正直、まあ、あ<ー>実験を始めたときというのは、あのまあ、ラット、マウス、そもそもバッカードマス効くのかというのは、全く保証がなかったところなんですけども、まあ、ある意味、運力というか,ですか、ねあのまあ両、両動物ともです、ね、バッカードマスクが効くということが分かりまして、まあ、それで、えー、とオプトジェネティスの実験に移った次第です。 はいでまあ、何をやったかというと、これはも、えー、ともとの刺激体系ですね、左もしくは右にターゲットを出して、両側のマスクを出すと。で、えー、とこの場合には、ピタッと止まると,、えー、とこっちの場合ですね、こっちの場合に止まると報酬がもらえるというふうに訓練した状態で、まあまあ、僕たちからすると、その動物が止まるか否かということをもって、まあどちらと、どちらに見たかということが判断できるということになります。 でえー、とこれはですね、まあ、先ほど言ったとおり、あの視覚心理物理と同じ問題をまあはらんでいまして、やはりまあ脳計測してもです、ね、あの因果性までは分からないし、まずどこで干渉しているのかも分からないという問題があります。なので、これをです、ね、オプトジェネティックマスク、まあ、サイレンシングという手法に切り替えています。ちょっと待ってください。はい、これ、はい、説明ないですね、はいこれな。この手法なんですけども、 えとこれはですね、あの今、えーと、どこ者の, <laughs> あのワクチンか忘れましたけども、ウイルスベクター使うコロナワクチンがありますよね。AAV、はい、ウイルスを使って、えー、とやるんですけども、まさにですね、あの僕はちょっとあこういう発言やめましょうね、今日はですね、はい。まさに動物に対して使う手法なんですけども、えーとまあ、オプシンを、えーとまあ、オプシンというのは、 えとその人工のイオンチャンネルを、まあ、動物のニューロンに発現させる手法ですね。でこれは特殊な遺伝子操作された PB クレーマウスというものを使って、そのウイルスベクターを使ってあの、まあ、イオンチャンネルを発現するような、えー、と DNA の断片を入れていくと。でそうすると、特殊なニューロンのみ、えー、とそのワクチンが ワクチンに入ってください、えー。ウイルスが、えー、と感染して、特殊なニューロンのみ、この人工的なイオンチャンネルが発現します。で、ちょっといろいろ専門用語出て申し訳ないんですけども、ぶっちゃけで言うとですね、光を当てると、ある特定のニューロンだけがものすごい勢いで活動するという状態を作ることができます。この場合にはですね、えー、PV クレということで、PV ニューロンにのみ、えー、とオプシンが発生する。で、PV ニューロンっていうのは抑制性のニューロンで、 えとニューロンあの、他のニューロンを、えーとまあ、抑制している、まあ、要はこいつがです、ね、活動すると、第一掛け合ったら第1掛け合いに、えー、とそのスパイクを送ってです、ね、他のニューロンを黙らせてしまうという作用があります。でただ、面白いのはです、ね、この抑制性のニューロンというのは、 あまり長距離の結合を持っていないので、大体第一角矢内で結合が収まっています。なので、第一角やにのみこのオプシンを発現させて、まあ、そこを狙って光を当てると、ですね、まあ、ある意味面白いように、えっと、一瞬にしてその第一角やをかブラックホール化することができる。その心は、えっと、スパイク、電気スパイクは入ってくるんだけど、何も出ていかないという状態。要は残りの脳からするとまあ 一瞬にしてもう存在自体がなくなってしまうような状態を作ることができることですね。で、これをの使ってですね、えーと、実験をしていくんですけども、まあ、その実験ロジックはまさにここにあるとおりですね。こうやって、えーと、まずターゲットのみが入ってきてぐるぐる回り,回り出すと。で、その時にえっ、ー、に、そもそもですね、先ほどの NCC の制約である持続的脳活動がなければ、まあ、NCC から自動的に外すことができます。で、第一かけや僕たちがあの実際にニューロンを計測してみて分かったんですけども、ちょうどですね、マウスのマジックナンバー、マウスのマジックナンバーっていうのはその、バックドマスクがちょうど効くか効かないかっていうのを牙のえっ、ー、SO の SOA、時間間隔に大体あったような感じで、 えとニューロン活動が持続ししていることは分かりましたで実はですね、その研究を始めた当初は、第一家ケアはここで型がつくんじゃないかなと思って始めて、まあ、いろんなその、はいえー、とローレントの研究者に聞いて回ったところ、はい、大体そのような回答だったんですけども、あもっと言ってですね、実はだからこんなに、えー、とターゲットのですね非常に低コントラストの1 6ミリしか持続しないようなターゲットって、そもそもマウスって見えないんじゃないかぐらいの。 勢いいだったというかですね、はい、そんな感じだったんですけども、やってみたところまあ見えるしでかつですね私たちの予想に反してでこういうふうに第一カキアが持続的な脳活動を持っていることが分かりました。でですね、このオプトジェネティクスの、まあ、ロジックというのは、じゃこの活動をしているときに果たしてこの活動がですね持続的な活動が本当に見ることにとって重要なのか。だから先ほどの NCC の議論がありましたけれども、 単なる何かの別の原因で反響はしてるんだけどもしかしたらその反響は意識を因果的には生んでいないかもしれない可能性があるわけですね。先ほどの夏の,その、まあ、かき氷屋とまあ電気少量との関係で,です、ね、同じように言って意味なんですけど、まあ、まさにその先ほどの因果性というのはそういう意味ですね。まさにその神経活動が意識を生んでるのかって。 実はですね、そのリビングストーンという、えー、と研究者が全く同じようなロジックで、2001年とかに、えー、とサルでバッカルマスクの論文を書いてるんですね。で、その当時はもちろんオプトジェネティクスみたいなものもなかったので、その当時のその論文のオチはですね、えー、と同じようにやっぱりニューロン活動が持続しているので、第一視はやは、まあ、NCC であるとは、までは言い切ってないかもしれないですけれども、少なくとも相関している、意識に相関しているという言い方をしています。 でまあ、今現在になって、えー、とこのオットジェネティクスという新しいツールをまあ農家学者たちが持つことによってさらに因果性を攻めていけるようになりました。ということで猿、まあ、と同じように、まあ、おそらく人でもそうなると思うんですけども第一仕掛けはといえどももともとの刺激のじ持続時間よりは長い、まあ、時間活動が持続するとでもその活動って本当に意識を生んでるんですかっていう実験をすることができて更何かというと 先ほどのです、ね、ブラックホール化です、ね、を少しそのこのです、ね、刺激を見せて脳活動が第1かけを通過してちょっとくるって回りだしたちょっと後にガツンと光を焚くと最初の何でしょう水の蛇口の最初の部分は通してあげるんだけどその後をシャットダウンするっていうことができます。 あと言いますのは、えー、とこれ丸ごと蛇口を閉めてしまったら、やっぱりそれは見,見えない、確かですし、まあ、僕たちの,そのオプトジェネティクスが本当に有効なのかっていう一つの統制条件として、まあ、そういうことをやってますけど、えー、と見事にです、ね、その刺激を焚いて、オプトジェネティクスを、えー、とサイレンシングを刺激より前にた、ね、いてしまうと、もう、 マウスはです、ね、全く素通りしてしまうと、全く止まらないということが分かっています。ということで、第一架ケアのサイレンシングという意味では、その機能的に有効であるという保証のもとで、この実験をすると、えっと、非常に面白いことにです、ね、第一架ケアのこの場合にはです、ね、このおいしいところみたいな成分を抑制しても、マウスの行動は一切変わらない。 という結果が出ていいます。ということで、えーと、ある意味ですね、その僕とサイエンスの論文は相関でしか語ってなかったんですけども、もちろん人とマウスの違いとかいろんな実験手法の違い、まあ、あの両眼視野闘争とバッカードマスクの違いとかいろんな違いあるんですけども、一応同じような結論が出てきているということになります。 まあ第一視覚やあなるほど、えっと、理解したような気がするんですけど、つまり第一次視覚やも、見たっていう情報はぐるぐる回ってて、ある時間持続してるので、一見、意識に効いてるように見えるんだけども、それを強制的に黙らせちゃったとしても、やっぱりバックワードマスクが見えてるので、実はこれ、黙らせちゃっても良かったんだというロジックですよね。まあよかった だとすると生じる疑問はだったら第一次企画家も見た,見たのをそのまま素通ししたら即忘れちゃっても何にも影響ないはずなのにじゃあなんでぐるぐるそこで第一次企画家でも回してるのに何,何に影響してるんだろうなってのがなくてもいいじゃんって思っちゃうんですけど。<laughs> これ実はですね、はい、非常に面白い質問なので、ここもちょっと僕の,あのもうインタラクション込みということで、軽く1時間超えちゃいますけど、よろしいですか、ね、<laughs> でしょうね。ここでよく。この文がですね、注意というものをコントロール、えーまあ、統制条件として使ってまして、その従来研究は注意を まあ、統制条件として入れてなかったので、見えるイコール注意が向く、見えないイコール注意が向かないみたいな、<ー>そういう本来、キーピクトリアルでやらなきゃいけない実験をワンファクトリアルやってるので、<ー>違う結果が出ていたんじゃないかっていうオチの論文なんですね。ははそこから考えると、僕はえあの、まあ、なかなか論文では書けない話なんですけども、あの注意っていうのは、えー、と明らかな機能がありまして、それはニューロン活動を まあ、あ,のある意味、スポットライトを当てて、まあ、空間的注意とか、いろんなオブジェクト注意とか、視覚の中でもいろんな注意はあるんですけども、あと、ボトムアップとかですね、トップダウン注意とか、いろんな注意はあるんですけども、まあ、ざっくり言うと、その脳が、まあ、ここは頑張れみたいな、そのあのフォースみたいなものをそこにかける感じですね。あのそうするとですね、えー、っと、まあ、ニューロン活動が、 くなっあえー、とニューロンの、えー、と計算処理が速くなって、しかも正確になるということは分かっています。で注意もですね、あのーまあ、実は第一視覚やを復活するということは分かっているんですけども、まあ、いろんなことを総合してみるにつけ、えーと、このループみたいなものは僕は注意じゃないかなと思っています。ははじゃあ視覚悪いに効いてるってことと、うん、注意に効いてるっていうのはまた別なことだってわけですね。そうですね、まあ、大体、そうですね僕のヨガンシアトソンのまあそういうオチになっているんですけども、 まあ、要は注意というのは明らかな機能を持っているものなので、なるべく早くタップインしたいと。なので、実はですねその眼球と<ー>、えっと、大歯科医に行くまでの間に、まあ、外側室状態 LGN という部位があるんですけどそこですら注意の効果があることは今分かっています。ななので注意はなるべく早く早だけど 一方で意識はですね、やっぱりあまり変なものは見たくないっていう思いがおそらくありまして、第一ピカピは少なくともですね、色向上性補正がされていないとか、あとはその腰微動ですね、どっかを見てると思っても眼球は結構高速でガーッと動いてるんですけども、そのすごく世界は第一ピカピアの、えー、とニューロン表彰でいうと世界がすごく揺れています。で、それをですね、やっぱり僕たちとしてはそういう揺れとか色向上性補正がされていないような、えっ、ー、と、 まあ情報っていうのはやっぱり意識に上らせたくないっていう思いがもしあったとすれば、えー、とそうですね、第四角屋は,注意,はの注意の機能はあるけれども、情報としては見たくないっていうのは、腑に落ちるかなっていうふうにそうか、だから第二次四角屋以降は、なんか見たものを編集して見やすいようにしてるっていう編集作業をやってるけど、注意ってやったらもっと早い段階で、は早いタイミングで注意した方がいいから、そこは。 LGN とか第一次四角形がやってるであろうということですね。ど,どこまでその機能が降りてきてるかっていう話ですね。うん、で注意の機能はまあ随分下まで降りてきてる。ただ眼球まではなかなか降りないっていうのは、少なくとも双方向性の結合が、えー、と外側視状体と眼球の間にはないので、眼球まではいかないんですけれども、はい、そういうこと、うん、なるほど、はい、ありがとうございます、はい。皆さんよろしいでしょうか。でちょっと随分ここまで ここまで時間、どれぐらいかかりましたかはい。本来終わってる時間ですか <laughs> えとですね。<laughs> <や> <laughs> まだ本題入ってないです。まだ、えっと、実はですね、そのまだ第一段ロケットの第一段目なんですね。ここからが本番ですね。はい。でですね、あの、何かと言いますと、僕はですね、この、 まさにその動物実験を非常に重要だと思ってまして、NCC の探求というのはまあ必須であるとは思っているんですけれども、果たしてそれで意識の問題がすべて解けるかという問いがあります。で、これは、えっ、ー、とですね、まあ今の問いは半語形なんですけれども、まあ、実は解けないということが言われています。まあ、それはなぜかというとです、ね、まあ、例えば、えー、と僕の目の前に赤いリンゴが置かれていて、 の赤いリンゴが僕は見たという例えば口頭報告をするのに必ずですねこういうニューロン活動がこういう順番で復活しないといけないということは分かったでしかもこのニューロン活動のまあ計算原理みたいなものが分かったとしましょうそれをもって意識について解き明かすべきことを全部解き明かしたかというとそうではないでしょうっていうのが まあ、チャーマーズのハードプログラムですね。で実はこれは、まあ、チャーマーズハードプログラムと名付けてはいるんですけども、ずっと昔からですね、あのレバインが、まあうん、エクスプランティー・ギャップと言ってみたり、もっと言うとですね、ライプニッツなんかも17世紀の哲学者です、ね、もうこの問題は、まあ、あの把握していまして、っ、えー、と面白い,、えーとはい、後ほど紹介します、意識の風車小屋というまあ思考実験なんかをしてるんですけども、問題はですね、でここまさに皆さん納得いってほしいんですけども、 えーとですね、この私たちが見たその主観主観とは何ぞやと考えたときにそれはまさにですね脳なわけですね、まあ、あの普通一元論の範囲内で考えてるんですけども、まあ、一元論の範囲内一元論というのは、えー、と脳がさ意識は生ん,でましょう生んでるでしょうさすがにそうでしょうっていうのが一元論の過程ですけれども、えー、とその中で言うと 私が赤いリンゴを見たっていうのは、えーと、まさに脳が私であって、まさに神経回路網にある意味第一認証が生じているということになりますで。これはもう過程とかではなくて、間違いなくそうですね。皆さんが赤いリンゴが見えると思った瞬間ですね、そこには間違いなく まあ主観というかです、ね、第一認証が皆さんの脳の中に生じていると。でこれが実は非常に不思議で,で、これこそがまさにハードプログラムなんですけども、いわゆるクオリア問題というやつですね。で、いかがでしょうかねなかなか、えー、っとですね、なかなかですね、分かる人には分かるし、分かんない人にはなかなか言っても分からないという問題があるんですけども、この不思議さですね。例えば今、えー、っとここにペットボトル。 があります。けれども、このペットボトルの中のお茶も結構複雑な分子運動をしています。だけれども、まさかそのペットボトルのお茶にですね。これ、第一印象あるとは思いませんよね。周りのペットボトルがちょっと自分よりも温かいなとかですね。そういう主観体験が湧いてるかって言うと湧かないと思いますよね。で、実はあの？ クオリア問題とかですね、いわあのこのハードプログラムの一番のポイントはですね、脳も、まあ、決定的な差はないということですね。脳も所詮は、まあ、原子、分子からできていて、分子の相互作用で、まあ、ニューロン活動が起きているわけですねで。そんな単なるものに過ぎないものに、なんで、例えば見える、聞こえる、まあ、もっと言うとですね、 まあ、もっと複雑な意思決定でもいいですし、感情でもいいんですけれども、その主観が湧くのか、第一印象称湧いているのかっていうのが、えーと、意識の問題の本質ということになります。ということで、これが、えー、とハードプログラムなんですけれども、皆さんいかがでしょうか例えばあ、今この瞬間すごい分かったっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ、はい。 いいらっしゃいますかはいでですねえっ、ー、とこのまさにえっ、ー、とそれ僕の、えー、とミクロの消し剣みたいな形で僕の脳の中にわーッと入っていった時にまあそれ無線通信、まあ、あのできたとしてですねであなんか渡辺がなんか赤いリンゴをつかもうとしてるっていうのは外部から来てでその中のそのミクロの消し剣的なまあその すごい小型化のされた、まあ、宇宙船みたいなやつに入って僕の脳の中にいるときにですね、おお、なんか第一核にいるのがバリバリ発火し始めたぞっやってる風景を思い、まあ、描いていただきたいんですけども、そのまさにですね、その僕が赤いリングが見えているっていうのは、その,その目の前にドーンとあるニューロンがわーっと活動してるんですけども、まさにそれ自体にならないと分かんないこと。 逆に言うと、そんなものに過ぎない、まあ、そのミクの消し的に言うと、まあ、ニューロン活動がばーっとまあ見えたとして、んでしょうね、それになった気がするというか、そこに主観が湧いてること自体が非常に不思議ですねっていうのが、まあ、意識の問題になります。なので、えー、と意識の科学を少なくとも実験的に扱っている界隈では、やはりですね、 意識はまあ少なくとも従来科学の枠組みでは解き明かすことはできないっていうふうに考えています。よろしいでしょうか。ここはえっ、ー、となんか質問のしどころなんですけども、皆さんいかがですか。よろしいですかね。はい、では一旦ちょっと分かったふりをしてください。 <laughs> そうですね、ここは、ね、私の感覚だと、ね、あの明らかな問題なんだけど大体一般だと1割ぐらいの方しかこのハードプログラム、ピンときてないような気がしてますす、ね、そうですねまさに、ねえー、僕が、うん、足掛け3年もかけてあの新章を書いた一つのモチベーションがそこですね。うん、っやっぱりその僕はもともと宇宙飛行士になりたいなんて思いもあったりとかして。 えと宇宙の,その探査とか、まあ、大好きなんですけれども、でも、いや、そこまでいかなくても、すごく不思議な問題がこの脳の中にありますよっていうのを、まあ、皆さん、まずは知っていただきたいという問いに気がついちゃうと、もう不思議で不思議でしょうがなくて、もう悶絶しちゃうぐらい不思議なんですけどね、そ,<う>そこが分かる人と分かんない人いますねっていうのは、<laughs> そ,うね、そういうもんらしいということですね。はい じゃあ、ちょっとひとまず続けさせていただきます。はい、はい。で、まさにこの意識を科学の学び体に載せましょう。すみません、いんね、次回は哲学者ですがみたいな、はい。でこの,あのあ、ちなみに僕は哲学者は非常に尊敬しておりますけどね、はい。そこは誤解のないように。ただですね <laughs>、哲学の中とかですね、あのやはりあの、なかなかですね、あの従来の今の。 意識です、ね、っていうのは、えーと、このハードプロメールのあるがゆえに、まあ、同じところある意味ぐるぐる回ってしまっているというふうに感じています。で、それをですね、科、えー、学のまな板に乗せるってどういうことかっていうと、まさにこのハサミを入れてですね、ちゃんと螺旋階段上に科学的に意識を解き明かしたい。 でそこはまあ簡単に言うと、まあ、あの今からキーワードが出てきますけども、意識の自然則みたいなものを仮定して、そこから理論みたいなものを構築して、それを実験的に検証する、試行錯誤的に検証して、ダメだったら元に戻るということを繰り返しながら、えー、とそのちゃんとですね科学として扱いたいという思いがあります。でこれまさに、えー、と僕が、えーそのまあ、脳認識機械認識を上視した、えーと、まさに、えー、とモチベーションなんですけど、まあ 2011年ぐらいにですね、このハサミにちょっと思い当たって、まあ、それを世に広めたいと思ったということになります。で、このハサミがまさに、えー、とついでに副産物的に、まあ、意識のアップロードにつながるという立てつけになっています。ということで、まあ、このハサミは何なのかなっていうのを皆さんあの考えながら今日の話を聞いていただければと思います。はい。でですね、まずはですね、この、はい、ここからようやくですね、ちゃんと 1> 第1弾ロケットが終わってですね、第2弾、第3、第4、第5弾とまだあるんですけども、話を続けていきますね。えー、っと、ということで、もうなんかだいぶ時間が経っちゃってるので、もう質問の時間もここで使っていただいて、どんどんインタラクティブに、えー、っとやっていただければと思っています。まず第一歩はですね、この先ほどのハードプログラムを、まあ、ハードプログラムじゃなくてする。それはですね、意識の自然則というものを使いましょうということになります。 はい、でこれがですね、えーと、非常にこの本の中で重要な図だと私は思ってるんですけども、はい、これはですね、えーと、ちなみに英語版がですね、今度、えー、とようやく、えー、と第1項みたいなものは僕がもう、はい、今週中にでも出せる状態にようやくなりました。 で中国語版、まあ、簡体字版がですね、えーっと、もう3月には発売されるはずです。なんか中,国の中国の正月の前に、もうすり始めたという話を聞きましたので、もうすぐ出るはずなんですけども、これ、英語版の図ですね。はい。で、これはですね、何かというと、えー、っとここに NCC がありますけども、まず、その意識の科学っていうのは、どうにもこうにも従来科学には収まらないよっていうことを意味している図になります。で、これはですね、 意識の科学っていうのは、この客観と主観をまあ結びつけることがまあ宿命づけられているので、どうしてもですね、この従来科学、まあ、全てです、ね、客観の中に収まっている従来科学からはみ出してしまうということが1つ目のメッセージになります。で例えば、あのこの E=MC2 乗みたいなこういう式もですね、あの非常に素晴らしい研究なんですけども、もちろんですね。ね、えー、だけれどもやはり 客観の中で閉じている、まあ、生命なんかもそうですね、DNA の,の二重らせん構造の発見なんかにしても、やはりそれはあの遺伝というマクロな現象と、えっと、DNA というミクロな現象を結びつけていると、だ両方とも客観の中で閉じています。なので、従来科学は基本的には全て客観の中で閉じている。ただですね、心理物理とかですね、認知神経科学っていうのは、いやでもこれ主観と客観、まあ、結びつけようとしてるじゃないかって話があるんですけども、 何て言うんですかね、そのハードプログラムみたいなものを、ある意味、なんかその、日本語で言うと座敷わらじっていうんです、ね、英語で言うとピンクの像が部屋の片隅にいるんだけれど、それに気づかないふりをしているというか、えー、っと、はい、こういう、まあ、被験者が見える、まあ人でも動物でもそうですけど、この時にこういう活動が出るよとか、僕のその、先のオプトジェネティスの論文にしても、どうやら、えー、っと、 第四角屋は、えー、と意識に関わっていないみたいなことそういう言い分までは認知神経科学で許されるんですけれども、でも例えばですね、これがまさに意識をジェネレートしているみたいな言い分は許されないという文化がありまして、ある意味、認知神経科学、確かにですね、その知覚報告という意味でサブジェクティブを取ってはいるんですけれども、それはやっぱりきちんとした科学としては扱っていないというふうに私は捉えています。なので 意味でですね、えー、と従来科学はある意味、あの客観の中で閉じていると。でですね、もう一つのメッセージはですね、とはいえですね、この従来科学の病像というか、その仕掛けはやはり使うべきであるというのが、えー、と次の大きなメッセージでして、でそれはですね、例えばこの E コレ MC 以上みたいな式、そこにで,ですね、 根底に携わあの横たわっているのはあの、まあ、光の高速一定の法則ですよね。で昔あの、まあ、ニュートン力学というのは高速も他の速度と同じように振る舞うと考えてますし考えていてで一方でその、まあ、アインシュタインの、えーとまあ、研究を始めたその 20, 世紀前後20世紀初頭前後ですね。 えー、というのはいろんな不思議な現象が報告されていまして、まあ、どうやら光っていうのはもしかしたら普通の速度とは違う振る舞いをするんじゃないかという、まあ、結果が出てきたりしてる頃でしたで。そこでアインシュタインは思い切ってですね仮に高速っていうのが一定であると。でこれはどういう意味かっていうと、まあ、時速350キロで走ってる新幹線で、 プロ野球のピッチャーが150キロで球を投げると、まあ、外から見ると500キロに見えますよね。で、中の人は150キロに見えるんですけども、光というのは非常に不思議で、その同じように新幹線が走っていて、懐中電灯をこの前に向けたときに、それは先ほどの,そのピッチャーが投げたボールと違って、外から見ても、新幹線の中から見ても、高速は一定であると。 そうう非常に不思議な性質を持っているということを仮定すると、こういう意識が導き出されるということになります。で、これ言いたいことは何かというとですね、この高速一定という、まあ、ある意味自然速はですね、必ず実験的に検証しなければいけない。で実際、ニュートン力学と、まあ、その相対性理論の決着をつけたのは、えー、とその皆既日食中の,、まあその星の光の曲がり具合ですね。 海禁止得のいいところっていうのは、普段見えない星があの太陽のその際を通る光が見ることができると。で太陽っていうのは、まあ、一応僕たちが、えーとまあ、アクセスすることができる、まあ、一番重力の強い、まあ、天体ですね。で、その当時の第1、えー、世界大戦前後の精度で十分あの検証可能な重力の大きさということなんですけれども。 相対性理論に比べて実はニュートン力学も光が曲がる重力によって曲がるってことは予測してるんですけどもその曲がり具合がまあ3分の1程度であると,ということで実験的に観測した結果確かに高速一定であるその土台の上に立った相対性理論が予測する高速がまあニュートン力学より3倍曲がるということが実験的に確認されたことをもってある意味ですね この拘束一定が正しいというところまであの、まあ、バックキャストするということになります。で、この何でしょうね、その従来科学から学ぶべき病っというのは、えーと、いかなる科学理論の下にもですね、下に必ずある意味非科学的なものが横たわっているというのは、理論からは導出することのできない、実験的に確かめることはできるんですけども、 その実験的確かめた後になんでそうなのとはもう通うてもほとんど意味がないもの。もうこの宇宙はもうビッグバン以来そうなっているとしか言いようのないようなその自然則が横たわっているということになります。で、はい、この、はいえー、と随分大きく出て、えー、とノンハードプログラムをノンハードプログラムにするって話なんですけども、まあ、仕掛けは簡単です,ですね。単純にこの 従来科学をはみ出してしまうんだからやはり自然則は必要ですよね。で自然則を仮定することによってこの大きな全体としてはやはりその科学と同じように扱えるでしょうっていうのは自然則を仮定してそこから理論を作ってその理論を実験的に検証して果たしてその自然則が正しいのかっていうのをまあ検証していくようなまさにその科学のまな板に乗せるということができるんじゃないかっていうのはこの図になります。 どうしましょうかね僕、だいぶ疲れてきてしまったんですけども <laughs>、休憩とかありえますかなんか質問を受け付けて休憩とか5分休憩とかいかがでしょうか休憩はないですけど、あそうですか15時半には終わらんといかんので、あの <laughs> ね、そ,その後、あの 皆があ分かりました。はい。早めに終わった方がいい。はいはい。わかりました。じゃあ、一旦そうですね。頑張り,頑張ります、ねはい、はい。ということで、よろしいですかね。はい。で、次がですね、えー、とじゃあ、えーと、この自然則、まあ、一体どういうものがあるのかという話ですね。で、これは例えば、チャーマーズの、まあ、 意識の二層理論。これはもうすべての情報に意識がある。かですね、トノーニのまあ統合情報理論ですね。これはある特殊な状態にある、えっと、情報に意識があるという、まあ、理論ですけども、それを紹介させていただきたいと思いますあ。ごめんなさい、これあれですね、カットバージョンですね。はい、申し訳ないです。もう少し説明させていただきますと、まあえーとですね、チャーマーズは例えばもうサ,サーモスタットにすら意識があると。 言っていますねでその心はサーモスタットっていうのはそのバイメタルという構造があってまあその室温によってあの、まあ、熱膨張率の異なる2つの金属が曲がってスイッチをオンオフするとでそれにしたらもうあるミニマルの形で意識が存在するそれは何かメタファーではなくて本当にバイメタルがなんか僕たちが感じるように寒いとか暑いと感じているってことですね もちろん毛穴とか筋肉はないので、僕たちの暑い寒いとはまあ似てもつ似つかないと思うんですけども、でも感覚意識体験があると言っているのがチャーマーズの仮説ですで。トノーニのものはですね、もう少し複雑なんですけども、えー、今日はちょっと割愛させていただきますね。でご興味ある方はぜひ、えーと、いろいろ本とか出てますので読んでみてください。はい、でその中でですね、あのまあ、これはまさに意識が20年後にアップロードするという。 えとその目的に向けて、えーとまあ、一つの仕掛けでもあるんですけども、えー、と大きな枠組みでいうと,、えー、と、僕の立場としては、この2つの理論も立派な同詞ではあります。というのは、えーと、基本的には意識を科学の学びたいに乗せるためには、自然則が必要でしょうで。その自然則は実験的に検証しないと、どれが正しいか分からない。 とうそういう意味では動詞なんですけども、今現状ですね、これの筋がいいか悪いかっていうのをまあ議論しましょうという意味で、そのまあ、登山でいうとそのベースキャンプの立場としては、えー、この2つの仮説っていうのはまあ動詞だと思ってるんですけど一歩進めていくと、でもやっぱりちょっと筋が悪いんじゃないと考えているのが次の話になります。はい、でこれがあの、まあ、20年後の意識のアップロード。 を少しまあリアルににするという仕掛けにはなっています,でです、ね、そのなぜ,なぜです、ね、情報というのがその先ほどのです、ね、意識の自然則というのは客観と主観を結びつけるその土台ですけれどもその主観側というのはもう選びようがなくて、まあ、例えば視覚的クオリアとか聴覚的クオリア、まあ、それぞれに関するあの感覚意識体験、まあ、もちろんその思考とか感情意識決定全て含みます。 なんですけれども結局そこはもう選びようがない時に、えー、ときに意識の自然則を発案するときのセンスの良さっていうのは結局その客観側を何にするかってことですねでその時に、えー、ときにその情報を客観側の対象にすると少し筋が悪いんじゃないかっていう話が次の話になりますでこれはですねこれは実はシャノンが一番最初に、えー、とそのシャノンの情報理論を構築するときに まあ宣言していることでもあるんですけれども、情報には意味がないと彼は言っています。ある意味、情報から意味を全部外して、統計的に理論を構築しましょうということを宣言しているんですけれども、それは例えばこういうことですね。コンピューターの中の情報というのは基本的にメモリー上の1次元の0、1の列ということになります。で例えばこれをですね、あのまあ、映像として、 解釈するとき何が必要かっていうと、そのデータの始まり部分ですね。まあ、C 言語でいうと、そのポインターです。で、どこから始まって、何個ずつ0、1を読むのか。で、例えばその、それはえっとフロート、ダブル、あのダブルプレシジョン、シングルプレシジョンのフロート、ダブルによって間違いますし、まあ、インテジャーかっていうのも違いますよね。それはサインとアンサインドでも違ってきます。ということで、何個ずつ読んで、どういうふうに変換するのか。 でさらにその変換したスカラーをどういうふうに並べるのか。白黒だったらただ並べればいいし、RGB だったら3つずつ並べなきゃいけない。で、少なくとも最低限ですね、映像の場合には横幅を知っていないと、そもそもちゃんと並ばないですよね。こういうものをすべて知っていて初めて、これが、えー、と映像として解釈することができると。で、音も同じでですね、どっから始まって何個ずつ読むのか。で、これをスカラー列を例えば2つ、2セット作って、 スピーカーを通して鳴らすと、まあ、音として聞こえるという話になりますけれども、はい、そういう意味でですね、あのコンピューターの中のメモリー上のゼロ一っていう情報、単体にはです、ね、ほとんど意味がない。1、まあ、個ずれるだけでもうめちゃくちゃなことになってしまうということですね。で、実は脳もそこから大差なくて、少、え、な、ー、くとも大脳皮質に入った情報っていうのは、えっ、ー、と、まあ、 すなわちニューロンの発火、非発火ですね。で、大の筆入る前は、例えば聴覚だったら、その音波のフェーズにスパイクが乗ってるみたいな、少し生の情報が残ってるんですけども、大の筆に入ってしまうと、スパイク列っていうのは基本的にはパワーソン列になってしまって、すべてポジションコーディング、まあ、どのニューロンが発火するか否かっていうことに落ちてしまいます。なので、専門家がまあ見てもですね、これが果たして、 第一視覚患のニューロンがなんか視覚刺激を見たときに活動しているニューロン活動なのか、まあ、聴覚系のニューロンがなんか音声を与えられたときに活動している,るニューロン活動なのかというのは見分けることができないということが言われています。ということで、脳の中の情報もある意味、コンピューターの中の情報と同じで、それ自体には意味がないということになります。 で、先ほど、えー、これあるかな。はい、ここなんですけれども。ということはですね、情報、この客観側の対象を情報で定義しようとしたときに、視覚聴覚っていうのはもう限りなくなんか区別がつかないということになります。で、でも一方でですね、こちらの主観ですね。まあ 聞こえるという主観体験、見えるという主観,主観体験は明らかに違う、異なるものですよね。なので、情報とすると、まあ、こっちがですね、縮重してしまうというか、ほとんど区別かないように、こっちはまるで違うものになっていると。であれば、いっそのことですね、ここにありますように、意識の客観側の対象ですね、自然則における対象を、 まあ、ニューラルアルゴリズムとしてしまえばいいんじゃないかということですね。というのは、アルゴリズムは、えー、とスタッフもこの情報をどう扱えばいいかというのは知ってるわけですね。どこから読んで、何個ずつ読んで。でそういうものが、例えばアプリが分かってないと、どうにもこうにもデータから映像って作れませんよね。ということで、僕の,その第一キャンプの主張としましては、意識の客観側の対象というのは、情報であるよりも ニューラルアルゴリズムである可能性が高いんじゃないかというのがこの第一ポジション、あ第一キャンプのポジションになります。でですね、問題は、えっ、ー、と、はい、それをですね、まあ、言ったはいいんですけれども、じゃどういうアルゴリズムなのかということですね。はい、で、ここでですね、あの実はこれは、 何でしょうね、僕が偉そうに僕の仮説としてなんか提案しているようなものではなくてもともと第一キャンプというもので僕にとってはそんなに重要なもの重要なものではないというか科学的には重要なものではないっていうんですかねえー、とその僕にとって一番重要なのはこのハサミの部分なんですけどもはいということでここはえと,えー、と別に僕だけが言ったりとかですね僕が提案しているものではないっていうこと。 をえー、とそちらでお聞きいただければと思うんですけども、これある意味、ハイブリッドのちゃんぽんの仮説になっています。1つの材料が、えーと、このレブンソのバーチャルリアリティメタファー・オブ・コンシャスネスという仮説でして、彼はですね夢を非常に重視しています。で夢はですね非常に不思議なんですけれども、まあ横たわっている、ベッドに横たわっている現実から全く乖離した形で夢世界というのは出現します。で 夢っていうのはその中を、まあ、歩き回ることもできるし、まあ、物を落とせば重力加速度で落ちるで、皿を落とせば割れる。で、さらに言うと、まあ、第三者みたいな人が自分に話しかけてるとかしてきますよね。で、それに対して、おお前何言っちゃってんだみたいな形で、糸水路までやってのける。でも、よくよく考えてみると、そのセリフっていうのは自分の脳が言わせてるわけですよね。ということで、まあ、夢というのはですね、あたかも マトリックスみたいな装置が自分の脳の中にあって意識を担う脳がですねそこにまあフックされているとかまあ冷蔵されているような状態にある。でこの根文章のですね非常にセクシーだったところは果たしてそんな大それたシステムを脳は夢を見るためだけに発達進化させてきたのかという、まあ、答えあの問いですね。 もちろんそれは半語であって、いや、そうではないと、彼は言っています。まあ、どういうことかというと、今皆さんがあのこのズームを通して、僕の声を聞いたり、スライド見たりしていると思うんですけども、その感覚意識体験はまさに夢のシステムを使っていると。でむしろ逆でですね、その覚醒中にそういうシステムを通して、まあ、たちの意識が生じているからこそ、 その副産物として夢が生じているということになります。でこれが1つ目の材料ですね。でもう1つは、じゃあこういうその脳の仮想現実みたいなものが意識を担っているのだとしたら、まあ、それをどのように、まあ、ニューラルインプリメントすればいいかという話になります。でこれがまさにです、ね、その生成モデル。 とと考えているところでしてこれはまあ日本の誇る河、まあ、戸光夫先生とかマンフォードが、えー、1990年代初頭に、えー、と提案しているモデルになります,でです、ね。これはもちろん数理モデルなので,あのなんでしょう、ただ口で言っただけではなくて、やっぱり数式を解いて非常に美しく、えー、とそれを表現しているということなんですけども、まあ、ざっくり言うとです、ね、何かというと従来の脳科学ですね。その彼ら以前は基本的にはそのマー、まあの えとデビットマーの2と2分の1スケッチというその脳の描像がありまして、それは基本的に感覚情報処理っていうのは、えー、ととボトマップで進むと。今のディープラーニングの,のフィードフワードネットが基本的にそういう形になってますけれども、視覚情報を例えばエッジ抽出して、そのエッジを組み合わせて角や、まあ、曲率みたいなのも出して、それをさらに組み合わせて顔とか手とかいうものをまあ表現していくというのが、ボトマップの表彰なんですけども、まあ、ボトマップのプロセスなんですけども。 えとこのお2人がです、ね、提案したのは、まさにです、ね、その感覚情報処理の肝は実はトップダウンじゃないか。でもちろんです、ね、その脳の配線としては、行きがあれば帰りがあるということは昔から分かってはいたんですけれども、その帰りがです、ね、あのその以前はある意味おまけというかです、ね、まさに先ほど注意という言葉が出てきましたけれども、なんかスポットライトを当てるぐらいの。 処理しかしかかてなないいんじゃないかと言われてたところへ、えーと、まさにですね、このジェネタルプロセスっていうものになってるんじゃないかと言い出しました。で、これはまさに、視、え、覚、ーまあ、で言うと、コンピューターグラフィックスみたいな感じですね。で一度、えーと、こういうふうに、えーと、ボトムアップで、例えばシンボリックな表象、まあ生成した後に、生成というか、その推定した後に、じゃあボトムアップの後に、このトップダウンがですね、そこの情報から、 バーチャルリアリティ的で、視、ま、覚、あ、世界を、まあ、まさにジェネレートしているんじゃないかで。ここで言うとですね、こういう、えー、とシンボリックな表紙で、物が存在する、でその、ワイヤーフレーム、立体構造ですね。で、さらに言うと、その、テクスチャーで、どこに光源があってみたいな、情報がここに入っているところへ。そこからですね、視覚だったら、コンピューターグラフィックスのように、こういう三次元世界を一体作ると。で、最後に、 これはモデルの肝になる部分ですけども、その内なる目みたいなものを使って、えー、と1回これを非火逆圧縮かけるとで。生成モデルの肝っていうのは、実際外界にですね3次元世界が広がっていて、この目,目を通してですね、まあ、2組の、まあ、非逆の圧縮のかかった、えー、と2次元の画像になるわけですけども、その、まあ、ボトムアップ由来。 外界由来の機械学習された、えー、とニューラルレプレゼンテーションとそのトップダウン由来、1, 対1回です、ね、3次元的に膨らまして、でしかもあえてその後です、ね、あの外界に向けられたセンサーを模する形で、えー、と圧縮したもの、その2つの両者の差をとってその差分をです、ね、ど,んど,んどんどん更新することによってその実際の外界の3次元世界とこの、ここの 生じるですね脳のバーチャルリアリティを同期しようで。そういう仕組みがあるんじゃないかというのがまさに生成モデルの肝になるわけです。で先ほどのまあ夢と覚醒時の違いをこのモデルでどう表現するかというと、この差分をとって更新する仕組みがまあ一旦例えばバカになっていると考えるとあのついつまが合いますよね。というのは、 えと覚醒中はしっかり差分取りながら同期、えー、させる一方で睡眠中っていうのは視床下部が抑制されてる状態ですので、えー、とそもそも感覚信号が大脳室に入ってこないである意味ですねあのタコの糸が切れちゃったような状態になってるんですけどもでも一方でその 糸が切れてもタコってちゃんと,とか流体力学が働いてちゃんと飛んでいきますよね。で、このまさにこのバーチャルリアリティの仕組みがあるからこそ、糸が切れた状態でもちゃんと飛んでいくというか、それは先ほど言った意味で、ちゃんと視覚世界がきちんと出現して、まあ、その実際の登場人物はあのなんかめちゃくちゃだったり、いろんな。 そうですね、幼稚園時代の友達とかいろんな友達が全部ごっちゃになって出てきたりとかです、ね、そのシナリオとしてはめちゃくちゃだけれども、でも基本的には世界は成立しているし、みんな日本語をしゃべったりするということが説明がつくということになります。よろしいでしょうか。はいはい、あともう2つですね。はい、皆さん、だいぶ伸びてきてしまいましたけど、もう少しお付き合いください。でですね一旦はいっ、えー、とベースキャンプにここで戻りますね。 じゃあこういういろんな仮説ですねあの。チャーマーズの二層理論であれば、すべての情報に意識を宿る。トノーニーの統合情報理論であれば、統合された特殊な状態にある、えー、と情報に意識を宿る。で僕がここで提案させていただいたハイブリッドの仮説であれば、その生成モデルの生成部分に意識を宿ると。どるというか、まあ、ジェネレートするで。そういう自然則を考えたときに、それは一体どうやって、まあ、 実験的にに検証すするかとといいいいう話に移っていきたいと思いますでです、ね、非常に重要なのは、ここなんですけれども、例えばそのガリレオの有名な実験で、えー、とその重力の法則をまあ解き明かす上で、えー、とそもそもです、ね、その落下速度というのは質量,に質量に依存するのかという問いがありました。でその時にガリレオはまあ鉛の玉大小2つの鉛の玉を使いました。 でその心はですね、まさに空気抵抗というその結果に影響を及ぼしうる、でもその全く本質的ではない影響を取り,取り除くためというモチベーションがありました。まあ、鉛であれば、まあ、休憩であれば、ね、さらにほぼ空気抵抗は無視できるということですね。で、その結果、皆さんご存知のとおり、あのまあ、同じ速度で落下するということは分かったわけですけれども。 ただですね、脳の場合にはです、ね、なかなかそれが難しいんじゃないかと考えています。まあ、トノーにはすべての情報あ、ごめんなさい、統合された情報、チャーマーズはすべての情報、僕はアルゴリズムって言ったときに、そういう緻密なですね自然則、まあ、かなり荒っぽいかもしれないですが、かなり荒っぽいにしても、じゃあ最後それをですね脳で検証できるのかという問題がありますで。もっと言うと、これ僕はあまり えとまあ、今、扱ってこなかったですけども、えー、とペンフィールドこの間、ノーベル賞を取ったペンフィールドなんかが言っているのは、マイクロチューブルというその、まあえー、とニューロンのです、ね、内骨格を支えるような構造の量子状態が意識を生んでるんじゃないかというような仮説がありまして、ペンローズですね、はい。ペンローズです。はい、はい、はい。ちょっとね、だから休憩したかったんですけども、だいぶ <laughs> 限界を迎えてますけど、じゃあ、いきますか、このまま。 はい、えっとですね。えっ、ー、とですね。えっ、ー、と、どうしようかな。はい。で、彼らなんかそういうこと言ってますよね。で、えっ、ー、とですねで。つまり脳から情報だけ取り出せとか、アルゴリズムだけ取り出せとか、そういうことは無理でしょうっていう話だ、ね、うですね。はい。だから、例えば統合された情報を保ったまま、アルゴリズムだけを崩すとかですね。いくらその、例えば、うん、あのー、 そういうオプトジェネティクスみたいなものが発達したとしてもそういうガリレーをやったような実験はなかなか難しいんじゃないかっていうのが、えー、と僕の思いでありまあその意識の科学を目指しているその研究者っているんですがその一部の思いですね。でそこでですねあの登場するのが、まあ、アナリシス・バイ・シンセシスでしてまあ仮にですねその その脳というその意識が間違いなく生じているものからえとその何かを削ぎ落として意識の本質をまらはらかにすることができないのであればむしろゼロから意識を作ってしまいましょうと。これはまさに飛行機械をめぐるまあその科学の歴史そのものですよね。まあ、ダヴィンチがです、ね、かなり無茶ぶ振りしていろんなスケッチを残しました。で肝心なのは 実際そのスケッチを真に受けて実際、まあ、作った人たちがいるわけですね。作ってみた結果、やはりこういうその、まあ、ローター、まあ、ヘリコプターの仕組みにしても、こういうその羽ばたく仕組みにしても、ですね少なくとも人力ではやっぱり飛ばないということが分かって、でそのうちですねあの大型の鳥類が滑空する姿を見て、あ実はその、まあ、翼が湾曲していることが重要なんじゃないか、まあ、そこから流体力学が生まれつつ、まあ、飛ぶ。 まあ飛行機会というのは最後できたことですね。まさにまあ意識の科学、えー、と自然速を検証するにあたって、そのようにアナロシファイシンセスの手法が必要じゃないかというのがえと次のまあ第3弾か第4弾ロケットになります。はい、どうでしょうここら辺でちょっと質問を受け付けていいですかどなたか質問ございますか あの先ほどのはあの非常によく分かりましたそれでやっぱりあのおっしゃってることをもう分かっていて、まあ、ど,どういうふうに証明するのかがこう難しいっていうことだったと思うんですけれどもあの逆にですね あのコネクトームとかまあそういうあの研究も他の方されてますけれどもその脳の断片とか取ってあるいは DNA も全部解析されていることですしえそういう本当にマインドアップロードとかクローンじゃないですけど、まあ、それ法的なことは置いといて作っちゃった方が分かるんじゃないかっていう気がするんですけどそういうのどうお考えになりますあいやまさにそういう方向性ですけれども。 やっぱりそうですか。はい。はい、ありがとうございます。はい。以上ですえ。えっと、今のに関連して、ということは、えっと、そのハードプログラムが解けないと、原理的には解明されてないけど、作ったらできちゃったっていうことも起こりうるっていう考えですかえー、っと、その作ったときに、ちゃんと流体力学が生まれるように、あーハードプログラム、まあ自然則を検証できるんじゃないか。先ほどだから自然則を 必要性みたいなものをまあ仮定したというか、その下で進める限りにおいて、ハードプログラムはもうある意味なくなっているわけです、ね。あとは、どの自然則が正しいかというのをきちんと科学的に検証できるかという問題ですけれども、まあ、それはまさに作ってたまたまうまくいって、一旦はですね、これ、後の話に出てきますけれども、目いっぱい脳に寄せて作る。でその時ににたたたまたま意識が湧いた時に 逆にそこからですね、魔改造して、その時には統合ホリオ理論的には動いてるんだけど、アルゴリズムは崩れてるとかですね、そういうことができるはずなので、最後、その機械の意識であれば、で機械の意識が生じてる状態であれば、最後、自然速をちゃんとガリレオ的に、えっと、突き詰めていくことができるんじゃないかというのは主張になります。あなるほど、飛行機と同じですね。あの要はえっと とたまたまうまくいってできちゃったとしても、できて、その時点では解明されなかったとしても、飛んだという事実があるとか、アップロードできたという事実があれば、そこからあのハードプロムを解けちゃうであろうという、同時に解けちゃう、解けたことになるんだなっていう感じですね。いや、なかなかそう簡単にもいかないと僕は思う。あ,の <laughs> あれ、<や>谷村先生。 生成モデルは僕は非常にいいとで自分もそれを賛成してで、まあ、まあそれできあの意識があると称する機会ができたとしましょうとでそれに語りかけて何、まあ、か質問すると答えを返してきますとだから意識があるね って言うんだけどそれはあの先ほどの哲学的ゾンビと区別がつかないということは、うん、振りがいだけですよ、ねうん、いやだから渡辺先生がまあ、多分最後の試合しんだろうけどその意識と、まあ、人間の意識を結合してうぬってなことがなければねでだから全世界の人間が全部哲学的ゾンビであるという可能性だってあるわけで自分以外はね、うんうん いやですから、仮に機械ができたとしたって、えー、ハードプログラムを解けたということにはならないという気がします。はい、ヒントがだいぶ出ましたけど、一旦じゃあその、はい、種明かしみたいなのをした上で、ぜひ議論。はい、ちょっと僕のはい,はい、お願いします。あと15分で終わりなんですよ。<laughs> はいはい。はい、あと何分あと20分分いやいや、あと15分。<laughs> はいはい、なんとか、はい、頑張ります。 これ、ちなみにこれ、ハードにやっぱり切らなきゃいけないんですかいや、そんなことはないです。そ、うん、んなことはないんだけど、はい、あのやり方としては、一応ね、はい、一応ね、本当はあの、もうちょっと早く終わっていただいて、あと,またあのあとパネル討論やる予定だったんだけど、まあ、それはもう無理なのであの、3時半まで話していただいて結構です。ただそこで一応正式、はい 形式的には終わりますただしその後でも参加者の皆さんがあの先生と話し合いたいという方がおられると思うのであの我々このチャンネルは開いておきますので1時間5時までは開いておく。

いやいや、終わると思います。すいません。はい。でですね。まあ、この方法なんですけども、はい。そもそもですね、その機械に意識が宿り得なかったらどうしようもないわけですね。でそこで一つ、そのチャーマーズのフェイリン・コーリアという実験を紹介させてください。で、これはですね、まさに、えっ、ー、と、僕の目の前に、こういう、例えばペットボトルが見えていると、見えない。 そこにですね僕の,その例えばペットボトルがちゃんと見えるという主観体験が湧いているところへ僕の脳のニューロンをですね一個一個シリコン製のものに置き換えていったらどうなるかという、うん、チャーマーズの試行実験でいますで。その時に置き換える一つの制約はも、えー、ともとつながっていたニューロンのそのつなぎ方みたいなものを全部保存すると。でかつですねその もちろん、えー、とおかしい方は、えーとその、ニューロン間の相互作用っていうのは、例えば神経伝達物質が PSP 生じて、それで発火して、えー、の伝播してみたいな、まあ、いろいろ細い話はあるんですけれども、まあ、脳っていうのは非常に面白い性質があって、えー、とそういう細かいところは、全くその他のニューロン、アクセスすることはできないわけですね。他の例えば大勢のニューロン、大の皮質でいうと大体数千のニューロン。 1> が1個のニューロンにつながっていて、またその同じ出力のスパイク列を数千に分配してて、まあ、それがまあシナプス結合の強度がもちろん分布があるんですけども、まあ、違う形で少し結合の強度を変えた形でまあニューロンに分配していくと。ただ、究極的には1、ね、つのニューロンの働きというのは、その数千個のニューロンによって与えられるまあ電気スパイクのアクションポテンシャルのまあ時空間パターンを変換して、 ただ一つのスパイク列に置き換えて、それを分配するということですね。で、その中で生じている、まあ、その保持圏外れの仕組みとかですね、神経伝達物質の仕組みっていうのは、他のニューロン化するともう知ったことじゃないと、どうにもこうにもアクセスできない情報なわけですね。で、そこさえ、要はそのスパイク列の変換というとこさえ、ちゃんと担保してあげれば、要は、他のニューロンは、まあ、気づかないっていう言い方はおかしいですけども、影響を受けないはずだと。 と、はい、ということになりますで、そのチャーマーズが置いたのは、そういう形で結合をちゃんと再現する、そのニューロンの,その入出力という意味で機能をちゃんと担保する、そういうものを守りながらニューロンを置き換えていったときに、果たして1個、2個置き換えて、半分まで置き換えて、じゃあ全部置き換えてしまったときに、意識がフェードするのかという問いですねで。実はフェードしないんじゃないかというのはその実験。 あの試行実験のオチになっていますでもちろんです、ね、そのニューログリアどうするんだとかいろんな話あるかと思いますので、それはまた、えー、と質問で、えーとごしあのえー、受けるようにいたしますね。はい、でその上で,です、ね、ただです、ね、なかなかもともとのオリジナルのフェーディング・コーリアの実験の結果が出来上がる、まあ、そのものというのは、えーとまあ、一個一個のニューロンはある意味、まあ、チョンボしている状態ですね。 で必ずしもその神経伝達物質みたいなの持ってる必要ないし、保持圏ハクセルが動いてる必要ないんだけれども、でも配線構造だけはやっぱり、まあ脳を完全に再現したものになってしまうと。で、僕たちが生きてる間にですね、そういう半導体デバイスができるかというと、まあなかなかやっぱり厳しいんじゃないか。脳の規模で大体、えー、いいニューロンが1兆弱あってで、それぞれのニューロンがですね、数千から入力を受け取って、数千に出力してるとすると、 まあなかなか厳しいんじゃないか。で実はまあ僕としてはですねその、えーと、半導体屋さんに奮起していただいて、まあ、なんとか生きている最中にですね、そういうデバイスが作られてくれ、作っていただけたらですね、まさにそのもう少し保険がかかるかなと思ってるんですけども、えー、と一旦、えー、と僕が考えているのは、えーと、これをですね、実はその、 えっと、ニューロンを1個1個、脳の中に入れていくんじゃなくて、スパコンに取り込んでしまっても、まあ、同じような過程が成立さえすれば、えっと、同じような思考実験が成り立つんじゃないかって話ですねで。これはどういうことかというと、ニューロンをスパコンに取り込んでいきます。できちんと BMI を保証してあげて、同じように脳の中の結合関係をすべて再現すると。1個のニューロンはですね、もちろんその、 まあ、マルチコンパートメントモデルみたいなものがおそらく必要になって数百とか数千の、まあ、連立方程式を解かなきゃいけないんですけれども、まあ、おそらく10年後ぐらいにはですねあの、まあ、僕が言っているわけではなくていろんな科学者が、まあ、人間の脳ぐらいのものをリアルタイムに計算するような、えー、とスペックにスパコンは到達するだろうというふうに言っています。BMI はですね後ほど、えー、と僕自身のアイディアがありますので紹介させていただきますけれどもこのような形で 完璧に結合を再現して、その入出力関係を完全に計算することができれば、まあ、1個目のニューロンに関しては、先ほどのフェーディング・コーリアと変わらないと。で、2個目、3個目、ちょっと違うのは、今度はですね、もともとつながっていたニューロン同士を取り込んでしまうかもしれない。ただ、それにしても、その相互作用込みで計算してあげ,あげれば、脳はやはり気づかないというか、まあ、ダイナミックスにおいて影響が及ばないんじゃないかということですね。 ということで、まあ、規決としては非常に不思議なんですけれども、スパコンでエミュレートされた、必要十分な制度でエミュレートされたスパイキングニューラルネットワークにも意識は乗るんじゃないか。まあ、意識は、まあ、宿すというかですね、ジェネレートできるんじゃないか。で、これまさにですね、グレッグ・イーガンのパーミュレーション・シティっていうあのあ、純烈都市ですよね、という SF で、えー、とそれ描かれている。 話でででももあるんすすけども、はい、そういういことですねちょっと今のところもう一回、えー、あの誰の SF なんですってえっと、グレッグ・イーガンの80年代後半の、えー、と純烈都市ですね。あはいはい。はい、はい、はい。非常に面白い SF ですね。はい、そこでですね、なんかスパコンを逆再生してみたり、なんかランダムに再生してみたりとか、面白いこといろいろやってるんですけども。 はい、非常に先見性があるなと思ってい,ています、はい。それはさておきですね。はいでまあ、なんとかです、ね、そのアナリシパイシンセシスが少なくとも成立するかもしれないという形で、まあ、この方向にですね科学として舵を切っても、か、ま、じ、あ、を切る価値はあるんじゃないかというところは感じ取っていただければということですね。はい、でようやくここまで来ました。で最後にですね。あの そののハサミの部分ですねどうやってハサミを入れるかが、えー、と先ほどから出てきています、いかにその機械をテストするかということです。で2つ問題がありまして、1つはそのチャーマーズの、まあ、提唱するところの、えー、と哲学的ゾンビですね。それはこういう意識の問題を考えるときには、少なくとも出発点としては、えーと、見かけは私たちと一切変わらない、行動とかも変わらないんだけれども、 意識だけがない存在を仮定しなければいけないということですね。ということは何かというと、例えばブレードランナーのレプリカントを、まあ、テストしているシーンがありますけれども、ああいう形でですねなんか刺激とその反応、SR でスネアスレスポンスでその機械に意識があるかどうかっていうのを問うことはできないという問題があります。もう一つが、ですねこれ先ほどから、えー、とちょっと言及しました、えー、とライプニッツの意識のやすコンテン 風車小屋という実験なんですけれども、思考実験なんですけれども、まあ、あのライプニッツ非常に先見性がある、まあ、ある意味ですね、そのハードプログラムとかレヴインのエクスプラネティーギャップというその意識の本質的な問題をすでに17世紀において、まあ、気づいていたということなんですけれども、まあ、これデカルトの時代ですね。でまさに脳がどうやら重要だということは分かっているけれども、でも脳がまさか電,電気仕掛けで動いているて分かっていなかった時代ですね。なんかまさになんかその神経を通して、 水圧みたいなもので筋肉を動かしてるんじゃないかということが、まあ、今年やっに言われてた時代の試行実験になります。で、これはですね、仮に風車小屋に意識が宿ったとしましょう。で、その時にその風車小屋に足を一歩踏み入れると、まあ、風を受けて回る羽ですね。で、その回転力が、えー、と風車小屋の方にまあ引き込まれて、さまざまなあの歯車を通して、その回転速度とか向きが変換されて、最後ですね、まあ、が例えば、 麦を引いていてると、まあ、その目的機能に関して言えば、ま,あ、ましてやこれ人工物ということもあるので、まあ、その気になれば、えーと、余すことなく明らかにすることはできるんですけども、ただその時風車小屋の意識は見当たらないという問題があります。で先ほどの,そのミクロの決し的な描像を思い描いていただけるば分かるんですけども、僕たちの脳もそういう意味では風車小とあんまり変わらないわけですね。この渡辺が あのなんか今、お茶とコーヒーが両方あるけど、お茶の方に手を伸ばした。でそれをですね脳活動をして見たときに、視覚処理が行われて、その例えばお茶の方のペットボトルの大きさとかで、三次元的位置みたいなものがあの意思決定権に渡されて、それが運動野を通して、最後はですね筋肉を一本一本、非常にタイミングよく制御しないと、あの腕は伸びないし、つかめないんですけれども、その客観的なそういう事実は、その気になれば、 まあ風車ごと親と同じように、まあ、余すことなく明かすことができるわけですね。でそれが、いわゆるチャーマーズが言うとこのイージープロブレムなんですけども、ただ風車側と同じように、その意識はどこにも見当たらないという問題があります。ということで、何かというと、例えば僕の作ってきた怪しい、まあ、スパコンですね。でそこにスパイ,スパイキング・ニューラルネットワークがわーっと動いていて、 で下手したら僕はもうそのスパコンの中にいるかもしれない。はい、私は意識ありますとか言ってるかもしれないですね。で、それに対して、まあ、テスターとか、まあ、テスターを与え、まあ、突っ込んだりとかですね、その、あこれ実はチューリングマシンが動いていて、その上のレイヤーでスパイキングネットワークが計算されてるとか、そういうことを解明したとしても、でも本当に意識は湧いてるかどうか分からないという問題があります。ということで、客観的にはですね、SR を見ても、その中の仕組みを解き明かしたとしても、 やっぱり本当にその機械に意識が宿っているかどうか分からない問題があるということですね。なので、まあ、最後はですね、まあ、ここはまさにポイントになるんですけども、自分の主観を持って、その機械の主観を、主観があるかどうかですけども、を味わってみるしかないでしょうということになります。ただ、ここにも一つひねりがありまして、ただ脳と機械をつなげばいいというものではないと。 例えばこういう人工網膜みたいなものはすでにそれを通してまあ視覚の主観体験が湧くことは分かっています。でも、かといってですね、このカメラにですね、デバイスですね、に意識が湧いてるとは誰も思わないですよね。なので、最後、そのハサミが重要なんですけども、そのハサミのまあ思いつくその まあそ,の,ハサミの,その,ゲーの発明のためのゲームのルールなんですけども、それはですね、ある特殊なデバイスと脳のつなぎ方をして、そのデバイスを通して主観体験が湧いたときには、間違いなくそのデバイスに確かに意識が生じているとしか言いようのないようなうまいつなぎ方はありませんかというのが、ハサミの えーと思いつくルールーになりますちょっとだいぶ疲れてきたんで、日本語がだいぶいい加減になってますけど、よろしいですかね。はい。で、この材料がいくつかありまして、一つはこの、えー、と反対特性というものになります。これは、えっ、ー、と、まあ、視覚で言うと、えー、と右脳が左の視野を担当していて、左脳が右の視野を担当しているという特性ですね。 でさらに言うと、えー、とこの脳と左脳というのは、えー、とこういう、えー、と脳量とかですね、全後項連高高錬というものによって結ばれています。はい、で、面白いのはですね、その前項連後高連、えっ、ー、と脳量、すべて、えー、と切断してしまうと、一個人の、まあ、1つの頭蓋骨の中の1つの脳にですね、2つの意識が。 2つの意識の流れが湧きうるというのが、えー、とこのスペーリーとカザニガの実験で、スペーリーはですね、えー、とノーベル賞をまあ取っています、この研究でですね。これよろしいですかね。ちょっと一旦、えー、と時間も限られているので、ここの細かいところは省きますけれども、まあ、すごく簡単に言うとですね、この切れた状態で、えー、とこういうふうに右とか左にです、ね、ものを提示して、左は言語絵があるので、口頭報告、左は、えー、と右視野はですね、 あ右視野は左脳に、えー、と口頭あの言語やがあるので、口頭報告、えー。右脳はですね、言語やがないので、その右脳が制御する左手を持って、も、え、のー、をつかんでくださいという指示を与えています。でこういう2つの実験を持って、えー、と脳量が切断された、前後例後後例全高齢、高校齢、すべて切断された、えー、と患者さん、ブニの状態では、えーと、2つの意識が湧いているというのが。 言われています,、はいでですね、ちょっとごめんなさい、これちょっと最近こういう言葉を使わないようにしましょうというふうに出てるんですけども。ということで、えっと、間違いなく切れてる状態というのは2つの意識が視覚に関してはスなくと湧いている状態。では僕たち健常者、つながっている状態でどうなっているのかで。1つの可能性は確かにつながった瞬間ですね、まあ、ちょっとこの言い方、前後関係逆なんでおかしいんですけれども。 もしかしかたらこういうそのマスタースレーブみたいな仕組みになってるかもしれないんですけれどもでもこれはですねあのまあいろいろ実際ですね電極を入れてったりとかした時に、えーとまあ、猿ですねちゃんと納量がつながってる猿で電極を入れていくとやはりですねその分離能の猿と同じように限りなくですね右脳は えと右シェアは左脳でのみ処理されて、左シェアは右脳でのみ処理されて、最後の,そのシンボリックな部分だけ共有されていることは分かっているので、おそらくこの病像はまあ成立しないということになります。なので、意識は基本的にはこういうマスターマスターの状態になっていると。でこれが最後の、僕のテストを受け入れ、却下する最後のチャンスなんですが、皆さんよろしいでしょうか。これを受け入れてしまうと、多分 まあ、後戻りが効かないんですけれども、いいですかね。はい。で、このマスターマスターの意識の特性を逆手に取ってテストしましょうというのが次の図でして、ここにありますように、脳の制約を持って機械を作ると。で脳以上の機能を持たせないという意味ですね。でさらに結合も元々の、もともとの健常者の脳ですね、以上のつなぎ方はしないというもとで、 機械を型の、型半球の代わりにつないでしまったときに、この残ってる方の、まあ、例えば私の脳ですね、がズバッとですね、機械側の視野も一緒に見えてしまったときには、このときには先ほどのマスターマスターの制約から、まあ、機械の意識が宿ったとしか言いようがありませんよねっていうのがテストの方法になります。 はい,ごめんなさいあと数分ですね。はい、ただですね、はい、ちょっとこれ、サマリーすると,、はいえー、と、ハードプログラムは意識の自然則でネゲートすることができますよ。えー、とでただ、えーと、なかなかです、ね、自然則っていうのは、えーと、生体能では検証できそうもありませんね。なので、まあ、アナチバイ親切で人工意識を目指しましょうと。で、その上で、人工意識をテストしなきゃいけないんだけれども、こういう2つの問題があるので、 あのオブジェクティブには客観的にはテストすることができない。なので、最後、まあ、こういうその主観的な方法でテストしなきゃいけない。まあ、そのうちは、その片半球の代わりにまあ機械をつないでしまうということなんですけども、そ,その上で、僕自身がその僕の主観として意識が湧いているかどうかを確かめるということになりますで。その時に僕の今ですね、あの皆さん、おそらくちゃんと左右視野がズバッと一体のものとして見えていると思うんですけども、 その肩半球が機械に置き,られ置き換えられてしまった僕が、その僕の残った本の脳がですね、ズバッと見えてしまったときには、それは先ほどのマスタースレープじゃなくて、マスターマスターの要請、えー、により、機械にもマスターとして意識が湧いて、何らかの形でその意識が生体脳の意識とつながったとしか言いようがないでしょうということになります。ただですね、はい。 これでですね。一旦ハサミが入るとこういう形で自然則の候補を出して理論化してそれを例えば機械にインプリメントしてで本当に今の方法で主観的テストで意識湧いたの湧かなかったらもう一回、まあ、この振り出しに戻るという形なんですけども少なくとも科学の多さ方に乗って旋せ,せん階段をですね上っていくことができるんじゃないかということがここまでの主張になります。 ただですねあの、ここまで聞いていただいて、でもその、そんな BMI できそうもないし、まあ、機械はですね、幸い、デジタルフェーディング・コリアのが正しいとすれば、ノイマ型コンピューターとしてはおそらく10年後ぐらいにできるんじゃないかと言われてるんですけども、まあ、少なくとも BMI がですねなければ、ですね、まあ、これも結局、やっとアナザー試行実験に過ぎないんじゃないかという問題があります。 そこでですね、えー、とこれが、えー、と英語版では入れているものですね。これは実は、えー、と去年の4月に東大から、えー、と出願した特許でもあるんですけれども、こういう BMI を考えています。それは簡単に言うとですね、農、え、業、ー、もしくは全後連、後後連に包丁を入れるような形で、えー、と両面の CMOS、 の2次元の、えー、と電極アレを入れてしまうというものになります。で、これをするとですね、えっ、ー、と、幸いですね、この、これポストモーテル、死後の人体のの能量の、まあ、顕微鏡写真ですけれども、大体1本の軸索が10マイクロメーターぐらいの直径を持っています。なので、現在のシモスデバイスでも2、3マイクロピッチですね、あとはそのスイスのグループで ETH のグループが の文書いてるんですけども、そのニューロン計測用の二次元アレイのシーモスデバイスとしても、もう17ミリぐらいのピッチまではもう研究が進んでいます。なのでもう少し行くとですね、もう完全にそのさっきの生体脳の意識を結ぶえっ、ー、と左脳に宿る意識と右脳に宿る意識を一体化するための脳量前後連後後連があるんですけども。 そこに対して全てのスパイクを読み取って、全てのスパイク、まあ、その軸索に情報を独立に書き込むことができる、まあ、デバイス、BMI デバイスができると考えています。はい、なので、えーと、これは決して冗談ではないし、えーと、こういうものがあればですね、少なくとも機械はまあできるでしょう。BMI もこういうふうに方策があります。ということで、まあ、20年後に、 まあ、意識がアップロードできるんじゃないか。まあ、そもちろんあの、おそらくですね、あのケネディが、まあ、10年後に月に行きましょうみたいなことを言って、まあ多分ほっといたら数十年かかるところを10年に圧縮してアポロ計画が進んだと思うんですけども、まあ、それぐらいの勢いはもちろん必要になりますけれども、皆さんがですね、やっぱり意識ってすごい不思議だな。あわよくば、まあ、不老不死を実現したいみたいな思いが、まあ、高まればですね、そういうことも。 20年ぐらいでできるんじゃないかっていうのを本気で考えてる次第ではあります。ということで、えー、と機械ですね、えー、と機械をどう作るのかっていうのは、えー、とどうしようかな。まあ、これ、えーと、最後なんでちょっとだけ言わせていただくと、もちろんですね、あの機械はベストを尽くすべきで、えー、と今、現在ですね、ニューロンがつながってるか否かっていう意味での脳の,せあの結合構造っていうのは、 えっと、操作型顕微鏡という方法でかなり正確に出るようになっています。今まさに症状倍をなんとか完全に再現するという計画,計画が進んでまして、簡単に言うと、脳をです、ね、マイクロオーダーでスライスして、でその軸索をです、ね、金太郎飴的に追っていくと。でそうすると、少なくとも01の結合は終えるわけですね。でその01の結合を追った後にです、ね、そのじゃあ機械の意識をいかに作るかということなんですけども、 一方でその方法っていうのは、0、1の結合は終えるんだけども、なかなか最後ですね、シナプスの定量的な結合係数までは出てこないとまあ考えられています。というのは、まあ、シナプスっていうのはもう一気にですね、オングストロームオーダーに行ってしまうので、なかなか厳しいんじゃないかと言われています。なので、その0、1の結合構造を、まあ、ディープラーニングでいうところの、えー、と初期状態として使うと。で、さらに、 生成モデルっていう仮説があれば一旦その人体の01の結合構造を持った巨大なスパイキングニューラルネットワークを学習かけるんですけどもその時の、まあ、これ生成モデルであるってやれば例えばロスファンクションとか決まって学習速が決定するわけですね。でそしたら一生分の視覚画像を与える。で必要に応じて例えばパッシブな視覚体験だけでは、まあ、意識が湧かないなんていう。あの 学説を備えている人たちもいますし。し、まあ、僕もそれなりに説得力があると思っていますので、必要なので、人体というか、か、まあ、体を与えてしまうこともできるわけですね。まあ、完全にバーチャルにあの、まあ、バーチャルな環境で学習させることができますので。でそこまでやって、その機会のベストを尽くすと。で最後に、 まあそういう形で出来上がった、まあ、ちゃんと脳の6層構造があって、6層構造のこのニューロンからのニューロンへの結合計算がこうだ、ああだっていうのは議論されてますけども、最後ですね、科学的に、えーとまあ、サンプリングしてですね、どうやらこういう初期状態からこういう学習則でこういう視覚体験を与えて作った視覚システムっていうのは、その人体のこういうまあ、 科学の範囲で可能なそのシナプス結合の読み取りの結果、まあ、とても全部は読めないけれども、部分的には読めるという、まあ、オチですけれども、まあ、そこで検証した結果、まあ、限りなく似てるというものができればです、ね、少なくとも何でしょう意識が湧いている可能性があって、でいよいよつな、まあ、いでみようという話になるんじゃないかというのが、えー、とこの話で、で決して、えー、と試行実験で終わらせるつもりはありませんよという。 になりますで。最後ですね、もう一声だけ聞かせていただくと、この生成モデルの一つの利点っていうのは、ちょっとまたマウンティング気味、えー、C1 ポジション的にマウントする形にはなるんですけれども、えー、とガザニがですね、スペーリーのお弟子さんが、えー、とその後ですね、まあ、研究を続けまして、えー、とその農業、まあ、切断術。 とというのはもも、ね、重度の転換の患者さんに対して行うものだったんですけども、やはり完全に切ってしまうと、すごくあの後遺症が出ると。例えば、えー、と左手で、えー、とそのステーキを食べてるときに、左手のが持つナイフがです、ね、ステーキを掴もうとすると、右手が持つナイフがです、ね、そ払いのけて野菜を掴もうとしたりと、ね、いう形で、非常に重篤な、えー、とその意識の流れが2つあることにより後遺症が出ることが分かっている。 分かったということで、なんとかそれを抑えようというあの手術をいくつか繰り返しています。その結果、分かったことは、前高錬だけ残すと、少なくとも視覚的にはスプリットしないということが分かっていますあ。ごめんなさい、だいぶ時間かかってますね、はい。もう少しで終わりにしますね。ということで、それはですね、どういうことかというと、まあ、要はここだけつながってさえいれば、意識はスプリットしないということをガザニガの、まあ、新しい まああのその農業切断図みたいなものが、えー、と示唆しているんですけれども、これはです、ね、生成モデルとかそし考えたときに言えることは、えー、とこの生成モデルはですね、まあ、ミニマルな形としては、こは工事さえある意味、つながっていれば、つながっていさえすれば、一つの生成モデルとして機能し得るということなんですけれども、それは例えばです、ね、これが映るから はい、移りますか、ね、で、僕がここにいて、えー、とこれは僕の、えー、と左側にあるので、えー、と右脳が処理します。で、これを要はその生成モデル、要はそのこれをいかに CG 的に生成するか、まあ、簡単に言うとレンダリングするかという話なんですけれども、これをレンダリングする時には、確かに視野をまたいで光源みたいな情報は必要なんですけれども、それさえこの工事の情報で持ってさえいれば、 さっきもこのレンダリング過程は視野内でまあ近似的に行うことができる。ですねで近似のその意図は、ですね例えばこちら側に鏡みたいなものがあると、例えばこうあのレートレーシングみたいなのを考えると、あの視野をまたいで、要は脳の半球をまたいで処理が発生してしまうんですけれども、でもそれにしても、例えば鏡っていうものをまたシンボリックなレベルで表彰してあげれば。 それもまあ近似的には解決する。鏡,鏡の中のスマホというものを仮定すれば、これはその右視野内でネダリングが完結するという意味において、まあ、生成モデルということを仮定することによって何が言いたいかというと、機械を作ってきました。で機械を作ったときに、じゃどう結合すれば筋がいいというか、その主観テストに合格しているかということなんですけども、まあ、その生成モデルであればですね、要は ハイヤーなシンボリックレベルさえ上長に持たせてあげればいい。だから、えー、と左脳の赤いリンゴニューロンと、右脳の機械の赤いリンゴニューロンをつないであげて、こっちが復活したときにあっちも復活するようにしてあげる。っていう、そういうある意味ですね、専門用語でいうと、ホップフィールドモデルなんですけども、そういう連想記憶的につないであげることによって、その一旦、まあ、機械の、まあ、機械と脳の結合の仕方のまの筋のいい、 まあ候補が出来上がるということになります。はい、ごめんなさい。ここまででようやく終わりにしたいと思いますけれども。はい、はい、いありがとうございます。はい、じゃあ、じゃあ、安田さん。はい,はい、どうしましょうか。まあ、時間がほとんどないので、またまた座談会というよりは、なんか質問とか、この3人から。えっと、すいません。私からぜひ聞きたいことがあるんですけど、よろしいでしょうか。はい、えっとですねこれ、これがさっきの紹介のところですね。 えっとですね、お聞きしたいのは、あの、渡辺英二先生の、あの、研究どう思われますかという質問なんですけど、えっと、それだけで始め、始めちゃうと、あの、長考してる方をいて希望になってしまう恐れがあるので、ちょっと、えっと、うもう、五分もかけずに、さっと説明しますけど、えっと、先ほど渡辺先生はの、意識っていうのはちゃんと定義し,し,したんだ、揺るぎないものだって、あの、おっしゃったんですけど、いや、科学の 観点から見ると客観的には定義できてなくて、で意識って何ですかって言うと、主観的体験ですよって言った時に、あに、覚醒時とか朝夢眠り夢を見てる時はあって、全身麻酔とか死んでる時はないって言うと、それで意味は分かるんですけど、それは水は川に流れたらえっていうのと同じで、定義にはなってないんじゃなかろうかと思ってて、そうすると、えっと、科学者の中でも、意識っていうのは全然もう科学の対象にならないんですよっていう科学者もいるわけで。 その定義の中でクオリアって概念もあるんですけア感覚クオリアというのは例えば物が見えてたら視覚クオリアがあります音が聞こえてたら聴覚クオリアがありますと痛みがあったら痛みのクオリアがあるあるいは感情があったら悲しみのクオリアがあるかもしれないというとクオリアとは何かというと意識の現れ方の一つ一つの例なのでこういうクオリアが一つでもあったら意識があると。 で言えばその作詞が見えてれば、えー、必ずそれはもう主観的な現象なんだから絶対意識あるねと確認できると。で、あの自動車の。<で>も赤いリンゴが見えた時点でもう、えーはい、間違いなくだから赤いリンゴは,あなたは見えてませんかって言った時に、えー、も,いやもちろん僕には僕はゾンビかもしれないですけれども、エ、うん、ラフコジさんがご自身で赤いリンゴ見えてますよね。えー、そうですね。 で、その赤いリンゴ見えた時点でもうそれがまさに意識の定義で,、うん、で逆にそれ以上のそれ以外の定義はないんじゃないかなっていうのは僕の、うん、そうですねそれで、えっと、猿とかあの猫とかネズミに意識があるっていうのは根拠は何かというと作詞が見えるってことなんですねで,<や>であのここは違います,<こ>います全然違いますねえそうなんですかえっと、えっと、猿とかに意識があるっていう話は、ええ、比較的・的厳密的には、ええ も分からないところですね。まあ、だから、そうそ認識あるかどうか分からないのと同じように、もちろん、さらの実験して、うん、ネイチャーサイエンスにバンバン論文書いてるけれど、こ、うん、れはその、うん、科学の分野のお作法として、砂漠が通るという意味であって、うんうん 厳密にサルに意識があることを証明したことにはなってないです、ねうんうん、そうですね、サルの視覚量は直接観察することはできなくて、レバーを引いたという報告を信じるんであれば、あ、作詞が見えたんだなというのが確認できると,と、ね。まあそうです、まあ、簡単に言うと、だから僕が赤いリンゴが見えたときにボタンを押してください。はいえー、で僕自身は赤いリンゴが見えてて、えー、そこは揺るぎないんだけれど、えー、それをその僕と同じような脳のを持っていて、僕と同じような、まあ、基本的な視覚体験をしているセラフおじさんが、うんうん、に指示して、 画面にオイリングを見えたときにボタンを押してくださいって言ったときに、一旦その科学のお作法というか、うん、まあパブリッシュするルールとして、さすがに人にはみんな意識あるよねという前提の上でみんなパブリッシュしてるわけですね。うんはい、で、サルも同じような形で、ロゴ施スが頑張って、昨のサルでは一応論文が出せる状況にはなっているという意味であると、うん、厳密には結局意識は必ず、だからもう主観的にしか定義できないというのは僕たちの立場。 あ<ー>あ、本人にしか分からんの、うん。で、えっと、一方、渡辺英二先生の論文で、AI があの作詞が見えちゃったとあの、止まってる映像がぐるぐる回って見えるっていうのがあって、それが映画に見えちゃったっていうのがあって、えっと、これはちょっと置いておきますね、えっと、こういう作詞ですね、これ、皆さん見たときに、めっちゃ回ってますよね、これ、回って見えてます、皆さん、大丈夫ですか。でこれを使っってて左側側回ってるる見える右側 止まって見えるっていうのを AI に予測さ,れさせた、これはまず動画を見せて学習させて、この,の人どっち向きに歩いてますかっていうのを予測できるように、えっと、し,したと、真相学習でやったということを学習させたら、この回転作詞のこと止まってる映像を見,見たら、左側の絵はちゃんと,っとこうぐるぐる回って見えるぞと、右側は止まって見えるぞと、ね、AI が予測できちゃったということは、これは大変意義深い。 研究だと思うんですけどで論文ではすごくポジティブな意義を主張してて、真相学習があの再現したあの作詞が見えた初めての例だとか、予測符号化っていうのが意識に関与してそうだぞっていうのは有力な解説だって分かったんで、これからどんどん発展に寄与するねっていうポジティブなことを言ってるんですが、私はこれ、インパクトでかいのは認めるけど、実はネガティブなインパクトがでかいんじゃないかと思ってて、だったら AI に視覚交流が宿ったって言わなきゃいけないのかなと。 でそうじゃないとして、猿に視覚交流があって、この真相学習は別にああの矢印で予測したからといって、意識やだったことにならないんだぞって主張したいんであれば、じゃあ、猿と AI とどこが違うから違うって言えるんだってのをちゃんと言わないとならないと。 いうとなんか改めてやっぱりクオリアって何なんだろうっていうの分かんなくなってきてその意識研究が振り出しに戻ったんじゃなかろうかというふうに私には見えてるんですけどどうですかなんで私はですね僕に言わせればですねまあ半年ぐらいずっと考えていただきたいですねだからやっぱりまだクオリアの何ぞやが多分やっぱり分かってないと思うんですよで分かった瞬間こういうものは一切問題じゃなくなってでこれ僕のなんか仲間のまあ脳科学者もやっぱり いくら説明しても分かんなかったんだけど、うん、半年後にようやくお前の言う意味が分かったみたいなの学者くいたんですけれども、一度がればこういう疑問一切湧かないと思います。えー、だからたに、っと疾患、うん、体験、意識っていうのは何かというと、うん、まあ神経活動が生じたときに、なぜか随伴して生じる疾患体験としか定義のしようがなくて、それはんで生じるのって言ったら、まあ その光の高速不変の法則みたいな自然則があって、僕の仮説が正しければ、生成モデルが動いたときには、な、ま、ぜ、あ、かは問わないでくれ、だけどそ、のそのときには主観が生じるというだけの問題であって、だから、このんでしょうね、その今おっしゃられたしかしの問題は一切生じないと思います。というのは、はい、あのもちろんこういう作詞を、えー、とその脳の機構としてなんとか。 再現しようという研究は大昔からあ,、まありまして、たぶんここで新しいのは、その真相学習ってそのスクラッチから学習させたものに生じたということは新しいとは思うんですけども、まあ、この作詞その、はいえーと、北川先生の作詞ですよね。うん、対しても、やっぱりいろんなモデルってのはもう出た当時からいろいろ提案されてまして、これは例えばその、えー、と青黄色系の 神経回路網のその処理速度の速さの差みたいなものが動きを生んでるんじゃないかとか<ー>ですねいろんなその神経機構としては説明というかその候補はいっぱい上がっていますでもそれが生じる神経回路網ができた時に、うん、それはいくらでも作れるわけですね作り込めばで学習によってできて、うん、学習によっても作り込めるし まあそのも,もっとそうじゃなくて、特段的に、まあ、こういう仕掛け入れれば、作詞が再現するよっていう風に、神経回路網としてはいくらでも作れるんだけれども、うん、でもそこに最後、その機会に意識が宿ってるかどうかっていうのは全くわからないですね。そうすると、猿も同様で、猿がレバー引いたことを信じれば、あ,あ、作詞が見えてるんだねってわかるけれども、<と>作詞が見えてる状態、直接観察はできてないので、そしたら、猿も、えっと、AI も同じってことですか わからない具合は同じだってことですかそうですね、だからその、どっちからトンネルを掘るかですよね。で、うん、えっと、まあ、その今 AI が実現しているような四角形っていうのは、うん、まあ、その性能はさておき、複雑さでいうと、まだ全然人の脳には及ばないですよね。うん、で、まあ、一旦人でですね、その、さすがに、えっ、ー、と、僕には赤いリンゴが見えていて、で、セラホおジさんに赤いリンゴが見えたらボタンを押してください。 でボタンを押した時には、多分セセラーコおじさんが赤いリング見えてんだろうなって仮定を置きましょうと、うん、でそれをもう少し外装して、サルまで持ってっただけの状態であって、はい、別にその誰も証明はしてないわけですよ、ただ、アプリッシュできる状況にあるというわけで、<ー>哲学的厳密,厳密には、だから僕からすればセーラーコおじさんにすら意識を宿ってるか分かんない<ー>厳密な立場であって、もちろんサルに対しても、そういう厳密なそういう立場です。はい ただまあネイチャーサイエンスには投稿できるし、通りますよという、まあ、現状の状況があるということに過ぎないわけですね。ああ。あえっと、<laughs> じゃ猿と <laughs> は違いないってことですね、要はいや違いがないかどうかは。 うん、そうですね、ららまさに先ほど言ったように、うんえと、最終的には機械にも意識が宿れるという立場ではあるので、いずれは宿るとは思ってるんですけども、今の例えば、僕の,の C1 の立場で言うと、やはり生成機構ですね、トップダウンの生成モデルみたいなものがないと,、えー、と意識わからないんじゃないか。もっと言うと,だから、えー、と、僕の仮説ってもっと抽象化すると、もしかしたら地球型の まあ哺乳類じゃなくてもいいと、鳥、ま、類、あ、哺乳類、大体そこら辺までは意識あるんじゃないかって、研究者考えてるんですけども、うん、全然違う、まあ、例えば中枢神経系、神経すらないかもしれないけれども、それが例えば物理的因果性を、視覚であれば視覚の物理的因果性を取り込んでエミュレートする、その仮想現実を計算することによって、だそれをすると、それに対するし、まあ、 視覚覚覚体験が湧湧く、聴聴に対するを行えば聴覚が湧くで、それは感情もそうだし、意思決定もそうなんですけども、あとにはそのエミュレーションする対象が外界のみならず、自身の脳の一部かもしれないってい話なんですけども、そういう意味において、まあ、それは単にあの仮説には過ぎないんですけれども、えただ、そういう仮説を信じるならば、その、えー、と渡辺先生がやられた真相、えー、学習が、まあ、 もしかしたらバ,ジバリエーションオーテンゴーターみたいなものがあれば、成績機構が入ってますし、もしかしてフィードファードであれば、CNN みたいなフィードファードであれば入ってないってことになるんですけども。うん、そうですね。いゆく,ゆくはだからか僕は機械に意識を宿るんじゃないかな。ああ、なるほど。じゃあ、じゃあ現在のサ,サルに意識がある、本当にあるかどうかわからない具合と A に宿ったかどうかわからない具合は、ロジックとしては同じだよっていうことですね。そうですね。なるほど。まあは,ね、はい。はい。えっと、ね、渡辺 えいじ先生は、すいません、えっと、あの、クオリアって、俺は分かんねえぞって言ってて、それは、あの、理解しようとしてまだ分かんないんじゃなくて、積極的に分からないというか、あんなもん分かりたくないというか、あの、要は、そもそも,そもクオリアなんて概念を持ち出す必要すらなかったんじゃないのっていうクオリア否定派なんですよね。<laughs> で、ま、まさたか先生とは真っ向対立すると思うので、いつかその渡辺渡辺対決とかできたらいいだろうなとか思っちゃいますかね。 学者例えばデネットとか実際いますので、えー、ですねだから、はい、もちろん立派なあの科学的な立場としてあるとは考えております。うん はい、あと最後にちょっと冗談みたいな話を一言言わせてください。えっと、あの意識研究あるあるなんですけど、まずあの科学者の中でも、意識は科学,科学研究の対象にならない、定義できてないじゃないかと、で意識研究をやり始めると、あいつお金と言っちゃったんだね、とんでもないけ言っちゃったんだねっていう、科学者でもそういうことを言う人がいると、からえっと、僕は意識に興味があるって研究してるんですって言うとあ、私も思ってた、思ってた仲間だねって寄ってくる人たちが、スピリチュアル系や宗教系だっあるあのがよくある。 様から大絶賛のメールをいただきましたとか言って、それとちょっとあた目新しい解説などを提示すると、批判の矢が飛んできて、勉強、ええ、の立ち往生みたいな、心が強くなってやってられるこれ、意識研究者が大体みんな経験していることで、ここまで揃うと立派な意識研究者になるんじゃないかって思ったりしてるというのは。ブラジルンヌは僕は言ったことないですけど、そこは。ええ、僕は言ったことになってるんですかそれは。 あ、違う違う、これ渡辺英治先生の言葉です。<ー>はい。で、渡辺英治先生は、なんかもう人がボケると、必ず突っ込みを入れないと気が済まないっていう。大阪気質の方で、大変面白い、<laughs> あの。東岡崎の山の上で、あの研究されてる方。たことですか。整理系は何度も行ったことありますけど。あ、本当ですか。はい。もう16時になろうとするんで。はい、私が大体聞きました。はい、えっ、ー、と、はい、これ。 あ,あと、一言だけ言わせしてください。今の作詞の問題だけど、2008年の,あのディリップ・ジョージの,あの論文で,です、ねえっと、作詞を AI で再現できると、あ判定できるとで。それはやはり生成モデル、つまりまあがエッセンスであるということです。はい、じゃあ、安田さんにバトンタッチします。 ちょっと時間が本当になくなってしまって、はい、塚本先生はいいですか、最後、一言え私もちょっとだけ、ね、あの<生>イーロン・マスクのニューラリンクの話、ちょっと聞きたかったんですけども、なんか渡辺先生、どうお考えかとか、もう10秒ぐらいでお答えいただくことが <laughs> 僕たちの前をある意味、ブルドーザー的に走ってくれるありがたい存在ですね、<あ>ぜひ、じゃあ、割とああですね、はいこう、相性はいいという話だということでしょうか うんとどうですかねそれはわからない。まあ、結局にはライバルですけれども、うんうん、あのことを目指しているところは違うかなと思ってます。彼らは、一応、その脊髄損傷が第一ターゲットになってますよね。はい。あれでしたらね、この後またもうちょっと話していただければと思いますけど、はいうん、えっと、今日は久しぶりにこうハードな。 シリィサロンの感じがしましたけど、<laughs> まあ4時までもうべったりやりながら、でも人数はほとんど減らなかったので、そうですね、やっぱり結構すごい,すごいですね興味がある方が集まっていただいたんだなと思いますし、うん、本当は聞きたいこともっとたくさんあると思うんですよね。なので、さっき言ったように、ちょっとまだ時間が取れるのであれば、えー、ぜひお願いします。でちょっと最後に次回の,あの宣伝だけ、すいませんこれ映ってますか 実は次回のシングラリティサロンはもうすぐ来週でありまして 1>, 1週間ないですね、えー、1週間ないですね土曜日ですからでこれは前の今までと同じ、えー、スプリング X としてやりますので、えー、また見ておいてください Facebook あと、えー、スプリング X それから PTX の方に書いてますでこっちは申し込み多くても見れる YouTube ライブの方式ですので,でこれは、えーね、哲学者の 木島先生と物理学者の谷村先生の対談ということで、神戸さん簡単にちょっとだけ谷村先生は例の,あの谷村ノートで大変話題になったあの哲学者をけちょんけちょんにやっつけてるあの例のですね。で、その谷村先生が木島先生をお呼びしてるんですね。 であの木島先生は、えー、っと何でしたっけ、えー、っと自由意志に関する新しい著書がありまして、それ、だいぶ読み進めてるんですけど、素晴らしい本で、あのちゃんと問題提起して、それの問,問いに答えようということで、哲学者、こういった、一本ちゃんと筋が通った素晴らしい本なので、あの、まあ、この哲学は科学と一緒に両輪でこう歩いていけるようなあの哲学だなというふうに私は見てて、あのなので、 えっと、ものすごくいい議論ができるんじゃないかなというのを期待してます。はい、ありがとうございます、まあ。なんかすごく楽しみですよね。別学者初めてですよね。あ、そうか。田口先生もお呼びしたいなとか、ね。かとかね、ちょっと間口がまた広くなったなと思って、楽しみにしてます。はい、ということで、では、今回のシングラリティサロンはこれで終わりということにしてよろしいですか。 はい、それでは、あの、うん、長時間にわたって、ありがとうございました。ありがとうございました。一旦、ここ、ありがとうございました。ありがとうございました。また、来てください。はい、ありがとうございました。どうぞ。